はい。えー、皆さんおはようございます。おはようございます,います、えー。今日はクリスマスイブとういうにもかかわらずですね、朝から皆さん、<laughs> 忙しそうですね。<laughs> <laughs> ストイックだよね <laughs>。間違いなく。いう <laughs> で,ですね。いやー、メリークリスマス。メリークリスマス。はい。ということで始まりましたけれども、 え今日は2023年を総括ということでですね、c f ネットのアセットマネジメント事業部の各部門の責任者の皆さんを集まりいただきまして、もうね、今日も12月24日ですから、1年を振り返りながら、振り返りとですね、来年の展望についてえあれこれお話ししていければなというふうに思っております。まあ、昨日もね、実は、何時でしたか、帰り着いたの。 23時ぐらいですか,ですか皆さん。ええー。どのぐらいかないや、もうこの時期なのでね、まあ各業者さんのね、忘年会ですとか忘年パーティーとかね、昨日も新宿でありましたけれども、川崎さんとね、藤原さんもちょっと同席というか同行いただきましたけれども、いやー、そんな中、今日は10時からと。 ということでですね。なんでこんなスケジュールになってんなのというぐらいなんかストイックな感じになっておりますけど、まあ今日もせっかくあのご予約いただいてると思いますので、えー、まあ皆さんからですね、いろんなお話を聞いていきたいなというふうに思っております。えー、それでは、まあ旅2時間ぐらいですからね、えー、どうぞお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。えー、じゃあちょっとね、自己紹介ということで、はい。じゃあ私の方からですね、パワーポイント出ますか はい。えー、私出ますかね出るかなまあ、あの、改めてとね、言う方もいらっしゃると思いますけれども、ーシぉ、c f スアセットマネジメント事業部の、まあ、統括責任者ということでやらせていただいております。まあ、保有資格はですね、不動産投資に関する、まあ、ものはある程度も、勉強してきましたし、まあ、私自身も大家さんという立場でありますので、まあ、そんな角度でもですね、お話できればなと思っております。 で、えぇ、ー、まあ、書籍の方もですね、うんまだ販売されておりますんで、まあ、ぜひ、えー、資産管理法人に対しても、ま、ご興味ある方とか、いらっしゃれば、まあ、ごご提供いただければ、ありがたいなというふうに思っております。まあ、もうこの仕事をですね、二十数年、えー、不動産投資の世界において22、二十二、三年ぐらいですかね、やらせていただいております。まあ、ずっと c f フ e でやっておりますので、まあ、賃貸仲介、賃貸管理、まあ、そしてこの不動産投資コンサルということで、また自身も大家、 あとしてまあその拡大、えー、している最中ですので、えー、まあぜひお気軽にですね何かあればご相談ください、えー、今日はいろんな話できればと思いますよろしくお願いしますじゃあ続きまして首都圏ブロックのブロック長ということで、えー、主に一等とかですねまあ相続とかあ,あのコンサルさせて、えー、していただいていると思いますが藤原さんの方から自己紹介をお願いします。 はい。ええー、皆様、おはようございます。改めまして、えー、株式会社 c f ネッ t う東京本社、首都圏ブロック長の藤原裕之でございます。<laughs> ごめんなさい。えーとですね。昨日,昨日無理がたかったですいやいや、あの、<laughs> 昨日の無理じゃなくてですね、<laughs> えー、川崎さんからどうもね、風を映されたんですよね。これ画面で逆になるうん。画面藤田さん出して、ちょっとパワーポイントをちょっと。<laughs> ね、うん、ちょっとね、あのー、川崎さん。<laughs> から、どうもね、風を移されたんですよ。なんか超強力な大阪 B 型っていうやつを、ね。それがね、えっ、ー、と、12月11日なんですよ。うん、間違いなく。はい、で、そこからもう約2週間経ってるんですけどね。なんかいまいちまだね、ちょっと、なんか、ぐずぐずしてまして。すいません。ちょっと、今日もですね、これはライブなので、ところどころ咳込むかもしれませんが、ご用意していただければと思います。で、そうですね、あのー、 うん、まあ今年に関して言いますとね、あの、リログループインした関係でですね、その、いわゆるあの、営業成績っていうか、まあ営業実績っていうのが年度にずれちゃったんですよね。 で、あの、今までの c f n e t はですね、もう1月1日から12月31日ということなので、もうこの時期に来るとですね、いろんな、まあ、ランキングというのはほぼ確定してきまして、えー、残るはもうみんなで大農会で、じゃあ、あ箱根湯本だ、あなんだ、つって出かけてですね、えー、もう打ち上げして、来年また頑張るぞ、みたいな。なんかね、なんとなくその年、年末と、 その会社のイベントっていうのはこうリンクしてたんですけれどもなんか今年はこう,こうずれてしまったでですねなんとなく若干違和感を感じる今日この頃ではあるんですけれどもまああのー、今日はですね、えー、これからコーディネーターの中本さんがまあじゃあこの2023年の業績ってどうだったのっていろんな切り口でまあ質問が来ると思いますのでまあそこら辺はあのー、まあこの1年間ということでですねお話ししていきたいというように思っておりますどうぞよろしくお願いします はい、それではですね、続きまして、えー、大阪名古屋ブロック、はい、ブロック賞の川崎さんどうかから自己紹介いただければと思います。はいえー、皆さん、こんにちは。 えー、大阪 B 型の川崎でございます。<laughs> でも私の方はですね、あの、スコーブルあの体調は良くてですね、特にあの、今年の冬はですね、あの、体調は崩しておりませんでして、元気は、もう元気は元気なんですけど、ちょっと藤原さんがね、なんか言ってらっしゃるな、みたいなことがあるんですけど。<laughs> いや、ただ私すみません、あの、慢性ビエンでしてね、ちょっとおき苦しい手は出てくるかなと、あの、まあ、冬場になりますと、ちょっと肌がぐすぐすいうところはありましてですね、 え、ちょっと、お、え、き、ー、苦しい点が出るかもしれない。その点にちょっとご容赦いただければと思います。えー、私はですね、あの、今年はですね、結構激動でして、えー、まあ大阪、名古屋ブラック町ということでですね、今まで大阪だけを、えー、一人でですね、まあ切り盛りしている場合よかったというところでして、えー、だったところがですね、大阪にはこう中原くんという強力な助っ人がこの4月から来ていただいたりとか、えー、そして名古屋の方もですね、えー、まあ伺う機会が増えてですね、今年は、 ええと、何回だリアルセミナーをですね、名古屋で、ええー、ちょっと、細かな解説は覚えてないんですけど、結構の頻度でですね、解説させていただきまして、はい、あのー、まあ、大阪、名古屋ではですね、ええー、まあ、首都圏に先立って、リアルセミナーをですね、ええー、どんどん,どんどん再開させていっているようなところでして、ええー、まあ、それの、まあ、オーガナイザーというか、あのー、まあ、私の方が指導してやっていっているような状況ですので、まあ、結構ですね、自分の動きも変わったな、っていうのが、ま、今年一年の感想かなというところでございます。 私はこの40歳という節目を迎えてです、ねえー、ま,あますます、このっと頑張っていきたいなというところでして、えー、とあと、この下の四角のところです、ね、いつもこうさらっと流すところなんですけど私はこの間の大阪、名古屋で忘年会をやった時にお話したんですけどね、ちょっとそのタイミングの新幹線の中で試食したんですけど一番下に。 この、えー、賃貸住宅メンテナンス主任者っていう資格があるんですけどね。これはあの今年新設で、えー、ついこの間あできたばっかりの資格なんですけど、えー、まあこれをですね、新幹線内で受講して、えー、まあ見事合格したということでですね、えー、一応ここに書き連ねさせていただいてるんですけど、まあやはりですね、あのー、まあこのコンサルタントの仕事を最前線でやっていきたいというところがありますので、まあ何かしら勉強っていうのは毎年、えー、やっていきたいなというところでして、 まあこんな感じですね。あの、勉強も取得してですね。まあ、女様の方に、ええ、まあ、還元できるようにですね。ええ、まあ、引き続き頑張っていきたいなというところと、あと、右下、赤字で書いてますけど、私もおですね、東京の方で、ええ、首都圏でアパートを保有しているオーナーになりますので、皆様と同じ目線でですね、お話はできるかなと思います。ええ、有益な情報を伝えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ええー、それでは、ああ、続いて、加山さんの方から。 自己紹介いただきたいと思いますけどワンルームブロックブロック長ということで、えー、お願いしますはい皆さんおはようございます CFN2 ワンルームブロックの統括をしております加山レオと申しますよろしくお願いいたしますはい、えー、そうですね私のスライド出ますでしょうか,出るかありがとうございますはいはい、ありがとうございますそうですね、まあ、こういう資格はこれですほとんどテコンドーと食品衛生責任者以外はだいたい CFN2 入社してから もう取得させていただいた資格になっておりまして、僕もあの川崎からあった通りあの賃貸メンテナン主任者、はいこちらも先日川崎さんより早く合格をさせていただきましたので、そこをちょっとアピールさせていただきたいなと。先駆者だね。先駆者です。はい。なんだろうちょっとね教えたり、ね、あったりもしたかなと思います。はい。ええ <laughs>。これこれ点数は、ね、点数は八十。あ、八十八でした、ね。ああ、なんう,どう,言うもんじゃなかったです。すいません。 僕に関してはあのワンルームブロック長として今年4月からですね新チームの、まあ、ですね、まあ、バックアップとか、まあ、経営の方だったりもそういったものをちょっとマネジメントさせていただいたような形になっておりますもともとブロック長をやる前はですねワンルームチームリーダーとして、まあ、2年近くですねワンルームをですねあのやらせていただいてそこからまあキャリアを積んであの今年4月からやらせていただいているような形になってございますはいで僕今年に関してはですね CPM 今受講中といったところで、なんと実費でですね、こちら受けているような形になりまして、いね、はい。結構いろんな方から、まあ、c f n e さんといえば、結構そういったことをバックアップしてくれるじゃないのっていうところがあったんですけど、まあ実費でやっていただいている、あや,あのやっているといったところで、いろんな方からですね、あの、まあ、飲みのお誘いだったり、まあ業者訪問だったりですね、いろいろなお付き合いを今いただいているような形で、まあ年末年始、忘年会シーズンもですね、いろんなお誘いが増えてありがたい限りでございます。はい。 でですね、まあ、2023年、こ、まあ、今年に関してはですね、まあ、ワンルーム、結構不動産のまあ価格面だったりもですね、上昇していく中で、まあ、どんな取引があったのかといったところもですね、この今回のパネルディスカッションを踏まえてですね、皆様にあのご説明させていただければなという,ふうに思っておりますので、まあ、約2時間ぐらいですか、はい、ぜひ最後までお楽しみいただければと思っております。 ええー、2時間に収まるかどうかというのはね、皆様次第というところもありますけれども、まあ一応その、改めてお話というか、このアセ、シグネットのアセット部門の組織についてちょっとお話しさせていただくとですね、まあ今、自己紹介いただきました各ブロックに分かれてまして、え、主にその、アセット全体、まあ皆様のですね、まあまず、何でもかんでも対応させていただくっていうのは、まあ首都圏ブロック、まあ一等も、まあ区分の相談もね、もちろん対応可能ですし、 相続対策ですとか土地有効活用とかいうのが、まあ、首都圏ブロックもしくは大阪・名部ブロックということなんですけれどもそ,その中でワンルームに特化した業務をですね行う,う毎日のようにねワンルームの仕入れ、えー、でも一番多分ワンルームの物件情報とか融資条件なんかについては詳しいんじゃないかなというのがこのワンルームブロックと。 いうところで、まあ、この3つのブロックが分かれてですね、まあ、皆様の資産形成のサポートさせていただいていると。まあ、ですので、その皆様のその相談内容によっては、あ,あ、こっちのね、えー、ブロックがいいのかなとか、こっちがいいのかなとかですね、まあ、そういうことは、ま、多少、まあ、再配させていただきながらですね、まあ、もしくはごい、ご、ご要望があれば、あ,あ、社内で調整させていただいてですね、まあ、より良い、え対応させていただけるように、まあ、えー、調整させていただくと。まあ、そんな感じでやらせていただいております。はい。 えー、というところで,ですね、じゃあ早速最初の質問。一応ね、今日10、うん、多すぎるかなと思いましたが <laughs>、うん <laughs>、10個質問をね、用意させていただいておりますので、皆さんにちょっと順次、順番に聞いていきたいなというふうに思っておりますけれども、最初の質問出ますかはい、えー。これはね、内緒の話ですよ。<laughs> <laughs> あ,あんまりね、ええー、まあ皆さん気になるところかもしれませんけれども、まあ世の中の今日はね、多分いろんな方がご視聴いただいていると思うんです。まあ同業の方もいらっしゃるでしょうし、ええー、一般のね、我々と普段お付き合いいただいていオーナーさんもいらっしゃるでしょうし、いい銀行の方あ、もしくはグループの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あの、まあ昨年の10月にですね、まあリログループイン、 えー、させていただいて、えー、まあ、いろんなオーナーさんからね、まあ、最初はやっぱご心配の声をいただくことが多かったですよね。まあ、人員も変わったり、組織もちょっと編成が変わったりと、我々のこのアセットの中でですね、まあ、この編成変えたってのは結局お客さんにとってど、どの対策、あのー、まあ、組織がいいかということで、まあ、いろいろこう練りながらですね、まあ、今のこの責任者を置きながらやらせていただいているわけなんですけれども、あのー、この、うん、まあ、大きくね、会社が、 うんまあ、グループイン、えー、議グループインしたことによって、えー、なんかね、うん、大丈夫なのみたいなね、いろんなご心配のお声をいただくことが多かったんですけれども、あの、基本的に何にも変わってないですね、仕事はね。うんえー、相変わらず、あのー、会社の理念に沿ってですね、えー、まあ、えー、ちゃんと投資分析して、えー、で、私たちのグループである CF ビルマネジメント、もともとの CF ネッツの PM 部門っていうのが、 会社として今 CF ビルマネジメントという組織でやってますけどもそのビルマネで管理をさせていただけるようなやつだけちゃんとまあ取引させていただいてそれを責任持って管理させていただいて、えー、ずっとねそこからやっぱお付き合い継続させていただくと、まあ、このスタイルはね引き続きやらせていた頂、えー、い,いてますので、まあ、ですからあーまあ僕らもね、えー、管理運営したくないような物件っていうのは当然ながらね、えー、まあ売るわけにいかないし持っていただきたくないと。 いう、まあ、そんな方針で継続させていただいております。まあ、そういう中でですね、まあ、実際、じゃあ、業績どうなったのというところは、まあ、皆さん、オーナーの皆さんもね、気になるところかもしれませんけれども、じゃあ、この皆さん手元に、A、B、えー、札がね、えー、ありますけれども、じゃあ、それぞれ、今年の業績は上がったというブロックは A、下がっちゃったなという方は B ということでお挙げいただきたいと思いますが、 せーの。はい。おっ、えええええ。皆さん上がった。上がりましたね。本当ですかってもうなんか上がってますけど、じゃあ、最初、加山さん。今年の4月からね、チームリーダーということから、より大きなワンルームブロックという形で各ワンルームチーム率いていただいてますけれども、実は上がった。上がりました。はい。 うん実際その昨年のよりは人数でとちょっと少なくなっですかねそうですね昨年に関しては人数でいうと大体平均で10人ぐらいワンルームブロック構えていたんですけど今年は4月から5名でやってるんですけど上がったんですよはい、総額が上がった総額も上がりました上がりました総額も上がって取引件数はあそれはですこの後この後でやりますねありがとうございます すぐが上がったと。人員半分になって、えそれなのに行政が上がった上がってます。それはもう、誰のいやもう、僕ですかね。はい。忘れましたかね。ありがとうございます。そうなんでしょうね。はい、ありがとうございます。じゃあ、大阪名古屋ブロックの川崎さんは、上がったということでいや、そうですね。私の方も、まあ、上がりましたというところでですね。まあ、あの、 これは、えー、と前回、ね、やらせていただいたときもちょっと話したことだかなと思うんですけど、当然ながらですね人員が一人増えましたので、うん、まあそれがまあ大きな要因というところと、うん、あとまあ中原君のほうが動きが非常によくてですね。中原君って何月から ?4 月からですね。あ4月から、ね。いや、本当に僕も思ったんですよ。うん、もう1、2年ぐらい一緒にやってくれるつもりなんですけど、うんうん、で本当にねあの馴染むのも早かったですし、うん、まあいろんな業務に対応していってくれてるってとてこともあってですね。うん、あの まあ思ったよりも、うん、はい、すごいペースでですね、彼が成長していてくれてるとこもあって、うん、まあ私の自分のまあ、ああ、売り上げ分と、うん、あとはまあ彼の売り上げ分と足していくと、まあ、だいぶ上がったんじゃないかなと。なはい、ちなみに比率で言うとああ、でもそうですね、今、まあ、 締めが違うじゃないですか。あのね。まあだから去年の1月から12月と、まあ今年の1月から12月比較すると、いやでもね、1.5倍ぐらい、1.5倍だ、1.3倍ぐらいですかね、今現時点で、あと今期で言うと3か月残してるんですけど、前期の時よりも1.3倍ぐらいは。のペースでいけてる感じはい、そうですね。なんか景気いいね。いやいや、あの、本当に皆様のおかげさまでございます。ありがとうございます。ちなみにワンルームは ちょっとさっき、はいはい、比率、作対比まあ作退費、まあ、まあ、去年の1月から12月いいや。と、今年の1月から12月ぐらいで比べると。僕らも 1. 点ごめんなさい正確な数字じゃない、1. 点だいたい4倍とか。 <あ>それはすごいね。ちょっと上の、ちょっと出てきてる感じあるさもっ、き、ね、<laughs> の賃貸メンテナー主任者みたいな感じで。<laughs> なんか最初からちょっと腐ってるすのを知でた、まああっ、ああくまでも実数だもんね。うん、と実,実のところでね。なるほど。じゃあ藤原さんいかがですか首都圏ブロックってことで。そうですね。えー、首都圏ブロックでいきますとですね。 えーまあ、上がったんですね、うんえー、どのぐらい上がったかというとですね、作対比なんと143%アップという形ですね、<ー>それで、でもお人気は減ってるんですよね、うんうん、人気は減ってるんだけど、まあ、業績は、まあ、1.5、まあ、倍までいかなかったけど、まあ、倍ぐらい,いきましたね今ね、だいぶ各ブロック上がったということで、えー、まあ、 その理由って何なんだろうなというところでね、うん、ちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、加山さんどうですか上がった理由。は、やっぱ中本さんが、おう,おう、すごいプレッシャーをかけた。<laughs> <laughs> 今でもいろいろ厳しいんですよ。<laughs> パワハラとか、<laughs> ううセクハラとかね、<laughs> 今これ、誰聞いても上分からなそうですね。まあその理由もまあ少し。 少し 2> あ<の>。<laughs> 2>, 2割ぐらいはあるかなと思いますね。はい。あとはやっぱり、あの、理由としてやっぱ、単価がやっぱワンルームに関しては上がったっていうのは結構大きかったなっていうのと、あと最近金利がちょっとね、来年以降上がるかもみたいな話もちょっとね、耳に聞いてですね、結構融資の駆け込みというか、融資これ使えますかみたいなご相談もちょっと増えたりまして、まあ、そういった感じで駆け込みの取引もちょっと増えたりしたのかなと思いますね。<laughs> 確かにね。今は、 区分のワンルームの取引単価だと大体どれぐらい大体今1400から500のボリュームが一番多分平均でいうと多いのかなと思いますね。ううん、うそうだね。はい、大体中央値で見ても1300かあそうですね低いところでいうと大体1300からそうですね。大体うちの、ね、区分のワンルームの取引単価だと。 神奈川エリアだと800万ぐらいから1000、今、はい、から 1, 1> うん、180とか、そうなんでとか、これが都心、より都心に行くと、2000万ちょっと超えたりって案件も手がけたりって感じかな、先日も六本木で、ね、なんか六本木で1800万の物件をこの前、制約されてたけど、1800万で六本木なんかちょっと安く感じちゃうよね、安く感じですね、おしろい、今だと。 それこそあのミッドタウンの脇のさ、ねうん、なんだっけ、ユニハウス六本、そうです。おっしゃる通りです。ユニハウ,ニハウス六本かな？そうです、うん。まあね、あの辺のキャップレードだと今三パー切るもんね。ね切るものありますね。中には。うん、だからまあ三パー超えてたお安いなみたいなね。うん、はい。いう感じでやっぱ単価も上がってきてるっていうのもまああ,あるかな。はい。ですかね。はい、川崎さんいかがですか？ まあ、人数が増えたというのもね。そうですね。うん、まあ、さっきね、理由としては。うん、大きいかなと。まあ、あとちょっとね、この後質問にもちょっと奏でくることなのでね、うん、あのー、まあ、小出しにというか、あの、刻みながら話ができると思うんですけど、やっぱり中原君が来てくれてですね、まあ、その人が増えたという、まあ、彼の、えっ、ー、と、まあ、頑張りによる数字っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりこの、今までできなかったことが、まあ、できだしたというか、うん、まあ、例えば今、私、昨年で言うと、まあ、ほぼ一人でやってましたんで、うん、じゃあ、 ワンルームをやって、じゃあ一棟もやってっていうのを両方やったんですね。うん、で、やっぱりそのワンルームの方が圧倒的に業務量の方が多いと。うんうん、まあ契約数も多ければ、業務フローも多いと。<う>うん、で、まあ逆に言うと一棟の方はですね、探すのも大変ですけど、まあ一発当たりも大きくて、うん、で、これもまた業務フローとしては、あの区分そんなに変わらずで、ね、できるというところだったんですけど、やっぱりその区分にこう、忙しさですね、がッと押しつぶされてるようなところがあって、一棟の方には得意義取っていうのが少し、 やっぱ去年は少なかったかなというところでして、それが、まあ、あと市場のタイミングというか、うん、あの今までやってきてたような、ですね、まあ、これもコロナ後の話でてくるんですけど、まあ、アパートですね、うん、新築のアパートとかっていう取引っていうのが、去年は結構私の中でも減ったようなだったので、うんまああ、それが大きく変わったところなかなというところですか、ね、い藤井さん、いかがですか。 はい。そうですね。首都圏ブロック、まあ、業績があった理由、ちょっとね、3、3つちょっと、あまあ,あ、その理由っていうのを出したいと思うんですよね。うん、まずは、あの、ま、売買価格自体が上がったと。うん、で売買価格が上がると当然ながら3%プラス6万の計算も上がるということになりますから、うんえー、その、いただける中介一資料収入が、まあ、上がるという理屈になりますよね。うん それとですね、今年に関して言いますと、あの、売買物件、まあ、まあ、売却してほしいというふうに、えっ、ー、と、弊社の会員様からご依頼いただく案件が増えてるんですよね。で、あの、当然ながらそれはもう管理物件ですから、管理物件の売却受託をした場合、 なるべく、その会員さんに優先的にお譲りしたいっていうことで、まずあの、あの、売却受託をいただいた場合、まずその会員さんにこういうのが出たんですけどどうですかと。まあ自信を持って管理している物件でいいと思いますよっていうことで、それで制約しちゃうと、これあの、えっ、ー、と、いわゆる、ー6%の収入をいただけるという形になるので、あの、それで、まああの、 売り主さんもよし、買い主さんもよし、弊社の管理分もよしということで、まあ、ウィンウィンウィンが達成するということで、それが増えたというのが大きいですね。うん、あとはですね、もう一つ理由を挙げるとすると、まあ,あ、弊社の創業社長であり、今は会長職の倉橋会長とね、うん、を率いる、あの、株式会社 CF1 という会社とちょっとコラボさせていただいて、今年はですね、 大きく変わったのは、新富裕層の台頭ということで、これ新富裕層との何かっていうと、うまあ、いくつかあるんですけれども、今年、あの、まあ,あ、象徴的だったなっていうのは、M&A で会社を売却して手元に現金がごっそりあると。これどうしたらいいっていう相談がね、劇的に増えましたね。 まあそういうのをうまく取り込んでいけたということで、まあそんな感じで、この3つが大きく理由、あの、この上昇の要因になったかな、なんて思ってますね。まあなんか M&A っていうのはもう、なんか時代の要請みたいなところなんでしょうかね。っいうんうん、かですね、あの、そのお客さんに話を聞いてみると、うんうん、M&A をこう、圧線する業者っていうのがかなり、こう、ね、バイアスかけてるみたいなんですよね。うん、各業者、業者ね、あの、各業者というか各経営者にですね。うんうん お宅の会社売りませんか今だったらこういう価値ですよみたいな。うん、売る気もないのにガンガンなんか来るらしいんですよね。うんうん、そういうのがどうもあるみたいですね。るですね。ありがとうございます。まあ一応そのうちのね、会員さんから売却のご相談いただくことも多いですけど、基本はね、あの、売らないでもっとった方がいいんじゃないみたいな分析になることもね、うん、あの、投資分析した上で、 売るべきか、持ち続けるべきか、みたいなね、あの、コンサルさせていただきますんで、基本は持っといた方がいいよ、みたいな、ご提案することが多いんですけど、うん、まあ、それではやっぱ売却して組み替えたいとか、まあ、他の物件のね、ローンを返したいんだとか、まあ、そんなご要望もあったりして、まあ、もしくはなんか、もうちょっとね、違う用途に使いたいんだとか、まあ、いろんなご要望があって、売却のお手材することもあるんですけど、まあ、これもその、もちろん、より高く売るために、 ええ、まあ、レインズだとか、まあ、一般的なポータルサイトだとか、そういったもので広告活動をさせていただくっていうことも多いです。でただ、その、まあ、先ほどね、藤原さんからもおっしゃってましたけど、あの、できれば、あの、CFNET そのまま管理継続できるように、会員の方優先で、あの、物件情報を紹介してくれというようなオーナーさんもやっぱり、あの、多くいらっしゃっててですね、あの、オープンじゃなくて、もうクローズの場で、えー、情報を出してほしいと。 まあもちろんその、まあ我々に対してのね、ええー、まあ思いという部分もある、うのと合わせて、あの、オープンにしてしまうとね、もういろんな業者さんからもうやつぎ買いにもうもう営業の電話、ダイレクトメール、いや、うちにも売らせてくれみたいな、あとかっていうのがもう家だったり職場だったり来ても大変なことになっちゃうみたいな、いうのを嫌がるってオーナー様だっていらっしゃったりして、まあいろんな事情でね、あ,あくまでも会員限定で、 えー、売却活動してくれ、みたいな、ご依頼いただくケースもあったりします。まあそういった場合は、まあ先ほどね、ありましたけれども、あの、両手案件、みたいな形になったりもするんですが、当然ながら、世の中に対して売却すれば、私たちはまあ、売り主さんからだけ、中華で数をいただいて、えー、制約になる。まあそんなケースもね、たたありますので、まあそこはケースバイケースですので、あのー、まあ、そもそも売った方がいいかどうか、まあこれはやっぱり定点観測ね、 えー、自分の資産価値がいくらなのかって、最低でも年に1回ぐらいはね、資産はご相談いただいた方がいいと思うんですけれども、まあそれで売るべきかどうかって、またちょっとね、次の話なので、またそこはそこで、あの気軽にね、ご相談いただければいいんじゃないかなと思います。じゃあ次の質問いきますね。えー、ちょっとね、出ましたけども、さっきね、ちょっとフレング気味でしたが、取引件数増えましたか減りましたかと。まあ業績がね、上がったということなので、えー、まあ、 増えたのかなと思いきや、ただ単価が上がったということなんですけど、逆に取引件数減ったけど単価が上がったから業績上がっただけなのか、うーん取引件数も増えてるのかあ、というところでね、皆さん A、B、札、よろしいですか、はいはい、じゃあ、うん、いきますね。さえ、せー、ほい。ほい。 おなんか微妙な感じだね。え、かやもさん微妙な感じ。A に行くのか B に行くのか。どっちなのって感じだけど。<laughs> どじゃあ先に首都圏の藤原さんから最近聞いていきましょうか。はい、そうですね。えー取、取引件数はですね、先ほどあの、まあ、売上高は、まあ、143%アップっていう話をしましたが、えー、取引件数で言うとですね、えっ、ー、と120、120%アップって感じですかね<ー>、えー。そんな感じで、やはり取引件数も増えておりますね。はい。 大阪もまあ先ほど言ったので、ね、あの全体って言ったらやっぱり人が一人増えたというところもあって、うんでまあ、今はです、ね、メインは中原君が1区分、うん、1> で私の方が1棟という形でやらせていただいているんですけど、うん、まあ両方ともまあすごい増えている状態と、うん、いうのもあまあ理由にもつながってくるんですけどねうん、うん、やっぱり取引は首都圏のやっぱり多い、でも大阪、名古屋でもなくはない。 そうですね、今年もありましたし、で、名古屋の方もありました。うん、そうですよね。じゃあ、なんか A か、A 行くのか B 行くのか、なんかちょっと、逃げ切らなかった、加山さん。そうですね、やっぱり先ほど中本さんからもあった通り、単価がね、ちょっと上がったっていうのは結構大きな要因で、もちろん人数、削対品だったら半分ですからね。なので、まあ、取引件数で言うと若干増えてはいるんですけど、そこまで大きな、もう、藤原さんとか、首都圏ブロックみたいにですね、120%でしたっけ みたいな感じで取引が増えたっていう感覚と、まあ、数値で見てでもあんまりそんな感じはしないですね。うん、な,るなるほど。はい、まあまあね、業績が増えながら 1> 横ば1個倍ぐらいな感じ、はいうん。まあ、ワンルーム案件っていうのは、なかなかね、水面下で物件をこう仕込むっていうのはね、難しいところがあるっていうのはね、えーまあ、割と毎月毎月毎日毎日が勝負みたいなね、はいえー、いうところがあるので、まあその辺が ななかかか難しいところですからね、はい、その単価でいうとねワンルーム、まあ、1,000万2,000万、うん、1>, 1棟だとそれこそ1億2億 2>、うん、場合によってはもう10億とかいうのがあるんですけどじゃあ単価がワンルームの方が低いからといって、うん、業務が楽かってことは全然そんなことないですね、うん、これはあの、ね、皆さん声をね一応台にして、えー、我々は申し上げたいんですけどワンルームはワンルームで結構大変ですね。何が大変かというと まず入居所の内容も様々ですよね。一見うちが管理している物件じゃないものを仲介する。で、ご紹介する。我々って基本的に仲介ですから、うん、安く買って高く売るっていう、買い取り販って商売じゃないですね。安いやつだったらそれをなるべく安く買っていたらこう、うちの会員の方に。っていう、まあその仲介がメインでやらせていただいてますんで、これがね、まあ物件によって同じま、まあ、このマンションうちで管理してるからいいよねっていう話じゃないんですよ。 その部屋の入居者どうなってんのとか、はい、その仲介会社と果たして取引していいのとか、ね、ういう問題もあったりするし、マンションの管理状態というのはまあ生ものなので、えー、1年前は良かったけど、なんかちょっとおかしな方向に行こうとしてる。じゃあ今どっちかというと買っていただくより、ちょっと売却の方向で持っていった方がいいんじゃないのとかね、うん、いうこともあったりしますし、えー、初めてのマンションと初めてのマンションで、財務状況ね、はい、重要事項調査報告書を調べたら、もうか、管理者解買いたい。 価格も折り合いついてる。で、いよいよ契約の手前で、それを財務状況を調べたら、全くダメだったとか、うんかね、残念ながらやめときましょうみたいな。うん、いうことで、我々からストップ書きさせていただく。はい、っていうことも結構多いんだよね。多いですね。で、これ、あの、その時間、まあ、無駄ということはないですけど、うん、まあ、それがね、情報として会社の中でデータベースがスックされるので、無駄とは言わないんですが、でもそういうことが多々あると で、話がまとまってた、全部揃ったけれども、売り主さんがあの仲介会社さんに、はしごを外されてしまうこともあると。はい、あより高い買い主さんが現れて、はいえー、いや、もう値段、それより高く買いますよ、ということでさらわれてしまうこともなくはないと。いうことでですね、あすねはい、まあなかなか、やっぱりね、いい物件を買っていただきたいなという中で、区分が区分でね、区分でやっぱり大変さがあるというところで、はい、まあそれで、 まあ3%の仲介手数料ですから、これね、まあ安い高いって感じられる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、でも1000万の取引で十三万はいかなうん、約40万ぐらいの仲介手数料いただくことですけど、いただくわけなんですけれども、それでも相場より100万、200万安く買えるっていうことがあればですね、せず安い、はい、と思うんですよね。まあそれでちゃんとした物件をね、買っていただければ。 ということで、まあ、結構ね、えーまあ、ワンルーム大変ですで。1棟も1棟でね、もちろん大変なんですけど、ワンルーム単価が低いから、ね、仕事が楽かということ、そんなことなくて、逆にね、1棟より大変な部分があったりもするところはね、えー、ぜひご承知をお聞きいただきたいなというふうには思いますね。消費税より安いんだからね、10%よりと、はいうんってことがありますので、3%以上はといただけないけどね。ねはい、じゃあね、ちょっと次の質問いきたいと思う。あ、ごめんなさい。 その理由何ですか <laughs> あって。<ー>こういう聞くの忘れてた。あの、あったか、理由言ってくれたかもしれないですけど、何だと思いますかだから質問を続けちゃったと申し訳ないんですけど、交流と売却どちらが多かったですかというところで、うん、藤原さんいかがですかそうですね。えっ、ー、と、首都圏ブロックに関してみますと、まあ、まずはその、取引件数が増えた理由。 これは、あの、やっぱ、あの、売却物件の預かり件数の増加。うん、これが一つ挙げられますね。うんうん、で、あの、これ、あの、ちょっと、あの、ま、噛み込まれて言いますとね、売却物件といっても、例えばですね、えー、首都圏ブロックなんですけれども、あの、まあ、アパートをいくつか持ってて、えー、同時に区分もいくつか持っていると。 で、区分をちょっと2、3個売却して、え、資本、投下資本を解消して、それで月のアパートに組み替えたいんだなんていう場合は、例えば、えー、区分3つ、えー、そして、え、それを売却してアパート1つ買うっていうの、うん、これだけで4件っていうことになりますよね。うん、まあ、そんな感じで、えー、まあ、売買物件数の増加、および、まあ、まあ、要は売却の、その、まあ、理由としては資産の組み替え。うん これの増加が増えたかなというふうに思いますね。で、あとはね、購入と売却どっちが多かったということなんで、これはですね、おおむね半々なんですけれども、まあ、売りが、売却以来が45%、うん、購入以来が55%ということで、まあ、若干購入のが大きかったかな,なるほ,どまあほぼ半々ですね。うん、ほ,ほぼ半々、えー。そんな感じです。ありがとうございます。川崎さんいかがですか そうですね、大阪の方はもう購入の方が全然多いかなと、うん、いうところです売却はそうですね、今年はそんなにまあ多くはなかったかなと。うん、まあお話はね、いただくことは多いんですけど、案件自体は止めるというか、うんあの、売却しない方がいいですよっていうケースがもう多かったのかなということと、うん、あとはですね、あのー、今の先ほど藤原さんあの、売却して一等に組み替えてお話いただいたんですけど、うん、あの売却して組み替えっていうよりはですね、大阪の話が多かったのは、借り替え うん、以前、あの、買っていただいて、で、まあ、その当時っていうのは、まあ、融資条件もそこまで良くなかった状況ですね。うん、まあ、もちろん、いい価格で買っていただいているので、その時は割合あったんですけど、でまあ、この時間の経過とともにですね、残債が減ってきて、不動産の価値が上がってる。で、組み替えで。 借り換えるすることによってですねまあ無担保の物件が生まれてそれをまた共同担保に入れながらまた区分買えるみたいな感じのそんな流れがまあ多かったイメージですねなるほどだからまあ売却っていうのはなお話につながっていくっていうよりはそういう購入の依頼を多くいただいたそうですねというところで取引ケース伸びたなって感じですかねあとはまあかなかやっぱ仕入れがですね頑張ってくれてまして私がやってた時よりも区分の仕入れってもう彼の方がですね 何かやってくれてますんでん、まあ、より多くのですね、えー、お客様が今年はお力になりたいなと思っねだから結局ね1人でやれる物量ってどうしてもやっぱり限界あるじゃないですか、うんはい、私も今年の1月かな大阪にねそれこそまあこの。 組織編成の、まあ、打ち合わせだ、なんだかんだで、おじゃまあ、出張で行ったときに、か、うん、崎君と打ち合わせしたいんだけど、ずーっと電話してるんですよ。<laughs> あのそれ一つの一件の電話じゃないですよ。うん、もちろんね、もう電話が終わったと思ったら違う案件の電話があって、うん、とか、まあ、もちろんごいろんなご相談だとか、進行中の案件のやりとり、まあ、銀行だとか業者さんとかの、ね、やりとりで、ずーっと電話してるから、話ができないんだよね、<laughs> っていうぐらい、まあ,あ、それぐらいね、あの案件を 依頼をいいただいてるんだなっていうのはありがでもやっぱりねその潜在的ないろんなそのご予防に対してやっぱその物流、まあ、我々の,その人員のね部分として対応しきれてないというか、まあ、受け入れ体制というかですねご相談に対してが整ってなかったということもあったので、まあ、ちょっと人員補強させていただいて、まあ、それによってご対応できるキャパが広がったのがまあまあ,あるかなというところですかね。 えーと香山さんどううでですすかそねワンルームに関しては、うん、売却と購入に関しては大体76対24の感じで、うん、あの購入の方が多かったなという印象、うん、で売却に関してはまあワンルームしっかり首都圏の先ほどの資産の組み替えの面で、うん、あの一 o チームの方にもお手伝いいただいたりしてと、うん、いう感じになりますのでもしかしたら売却トータルで見ると7対3とか。 65対まあ35とぐらいに割合落ち着くんじゃないかなというふうには思っているんですけど、まあそういった形で購入の方が多かったっていうのと、あとは、まあうちのワンルームのスタッフに関して、あの、大体入社3年目以上のスタッフを揃えて、あの、コンサルだと、あの、従事しておりますので、まあそういったところでキャリアアップがしっかりできたところで、まあ、 あの、人数が減ってもちゃんと売上立てられるっていう、まあ、組織づくりがしっかりできていたっていうのは一つ大きな要因かなと思いますね。うん、はい、今月に関しても結構島田さんとか宮下さん、高橋くん、うん、そして木伏くん、みんな忙しく、あの、バタバタしているような感じになりますので。今年はそうだよね。うん、はい、相当ちょっとひいひい言いながら。<laughs> 今年が一番忙、こプレッシャーをかけながら、はい。僕がですかね。僕がかけながら。さんがプレッシャーをそうですね。間違いなく結構かけちゃってるかなっていうちょっと不反省もありますが、すごい皆さん頑張っていただいているな。<laughs> 感じになっておりますので、それのおかげで取引が上がっているような印象を受けてます。なるほど。ありがと。ちなみになんですけど、はい、あの一応、まあ、私の手元にあるデータで、はい、まあこれはちょっと4月からのね、区、え、り、ー、<laughs> になっちゃいますけれども、ワンルームは売却が、えっとね、11月末時点ね、売却案件が38%。で、<laughs> えー、購入案件が62%。そうですね。はい、やっぱ購入の方がやっぱ多,い多いですね。多いですね。 うん、売却が44%。で、購入が56%。っていう感じなので、うん、まあ、1とはちょうどやっぱ半々ぐらい。まあ先ほどもね、ちょっと話出ましたけれども、まあ、ワンルームが購入の方がちょっと多いかなと。うん、はい。まあそんな感じになってますね。まあいずれにせよ、まあ、売却もね、えー、多く扱わせていただいたことも、まあ取引件数、業績伸びた理由としてはやっぱあるんだなというところで感じております。じゃあ続いての質問いきますね。はい。 えー、今年、出ますかね。今年の取り組み、どっちが多いかというところで、まあ、これはね、あの、ワンルームに関しては、もう、改めて言うまでもないです、言うまでもないかもしれないですけども、新築のワンルームはやめときましょうっていうのがね、はい、我々のスタンスなので、ね、ワンルームに関しては中古が鉄則というところがありますけれども、まあ、ただ、一等に関しては、 えー、木造アパートに関しては新築も、ねうんえー、手掛けることがまあ,あったりしますけれども、うんうん、じゃあ AB の札、まあ、香山さんはもう A になるんでしょうけれどもせっかくなんでね <laughs> じゃあせーの、はいえー、香山さん A 中高藤田さん A の中高川崎さんは B の新築が多かったというところでじゃあ川崎さんから先聞いていきましょうか まあこのままの、これいうのの、中原区はね、もちろんち中古の区分なんで、あれですけど、うん、私はですね、今年はやっぱ新築のアパート多かったなっていう印象でして、うん、あのー、えー、まあ、南青山建築工房もですね、うん、えー、まあ、案件を多く、 仲介させていただいたただ確かによく、ね、はい、昨日も,だったもん、ね、ああ、そうですね、青犬といえば、なんか川崎君がよく絡んでる印象が強いね、そうですね、あのうん、まあ、そうですね、今年は本当にもお世話になってるなというところでして、うん、まあこれは、ね、今、小沢さんの新築が挙げられなかった理由、今はちょっと後で聞くんですけど、まあ、やっぱりこの市場にですね、こうなかなかしいい新築がない。 っていうのが、まあ実際今現状でして、仕入れがですね、非常に苦労しているというところです。で、これが昨年もそうでしたね。まあ2、3年前となってくるとね、ちょっと状況変わると思うんですけど、昨年も同じような状況でした。かなりこの新築の、まあ特にですね、サラリーマンオーー層の方に対する、まあ今まで扱ってた関係ですね、っていうのが仕入れが本当に難しくなってきてまして、 例えば、ー、そうこうしている人生、この南側建築工房はですね、このマリログループ委員したことによってですね、えー、まあ、大きな資本がついたということで、うん、まあすごくたくさんの数をできるようになったというところと、うん、あと、まあ、あのー、非常にこう、有用な案件というか、うん、まあ、我々がこう、期待するような、まあ、企画も良くてですね、立地もいいと。おで、まあ、長期の運用で安定して、えー、設けていただけるような案件というのを、まあ、多く供給いただいたというのがあってですね、うん えーまあ、それを私がですね、もうこのお付き合いなるお客様の方にご紹介していったっていうのが、うん、まあ今年多いパターンだったのかなと、そうですね、やっぱその、青木のね、南米建築工房の建物って、こうあったらいいよなっていう,我々う、われわれのこだわりとか理想がぎゅっとこう凝縮されてる建物に、ねうん、なってたり、まあ、プラン、間、ま、取りだったりとか、仕様になってたりするので、うん、まあもちろんこだわりがある分、ちょっとね、コストもかさむので、うん、それもちょっと利回りは、 うんまあ極端、うん、そうだな、言い方あれですけど、安、まあ安んな造りの建物よりはね、利回りちょっと下がったりはするんですが、それはやっぱり入居づけが非常にしやすかったり、安定ケアしやすかったりとかいうこともあるので、うん、まあ自信持ってね、お勧めできるケースがやっぱほとんどだったりしますよね。契、ね、契約約やっったたんでですね終わ後現場に行けると で、室内も、え、まだ全部できてなかったんですけど、まあ、あれで設備も入ってですね、中見れる状態だったので、お客さんもお連れしてるし、行ってきたんですよ。お客さんの中見て感動されてましたね。はい。あいや、これはいいなと。まあ、今まで多分ね、あの、長くお付き合いいただいてるオーナー様ですので、まあ、いろんなお部屋を見たことがあると思うんですけど、いや、これはいいと。非常にこう、入居者のことを考えた作りになってるっていうのをですね、こう、お褒めいただいて。 うん、私も一回まあ一回っていうかそのツアーやってもいいかもねうちのプロデュース、まあ、もちろん青犬だけじゃなくてね他のまの、あ、ネットワークの業者さんの事例もねあると思うんですけど実際建物の中を見る機会とかねなかったりすると思うのでそれをやりましょうかうまあそれをまあじ、まあ、そのフィールドワークセミナーみたいな形でやる。 もしくはオンラインでやってもいいのかもしれないけれども、まあちょっとそう考えますね。うん、なんか企画しますんで <laughs> それ、それやった方がいいね。そう、ありがとうございます。うんまあ、動画で撮るのか、まあ、実際足運ぶのか、まあ、ちょっと考えますけれども。うん、まあでも見ていただいたら分かると思いますいや、そうそう,そう、うんで。私の感想としても、まあ私はあの関西でずっと賃貸の,の仕事してたじゃないですか。うん、だからまあ不動産ってまあまあ数多く見てきてるんですね。うん、室内の状況とかっていうのは。で それで見た、見たとしてですね、うん、もう関西の物件と関東の物件って、やっぱ関東の物件の方が案件的には無理くりなものが多いんですよね。うん、やっぱりお部屋も狭い。で、整形じゃない窓になってるとか、うん、で、ちょっとね、あの、いまだに新築でもユニットバスの物件が提供されたりとか、うんうん、あまあ、ケイの、ケイじゃなくてワンルームの物件が多かったりとか、うん、まあ、全部ダメなわけじゃないんですけど、やっぱその辺が関西だと、 当たり前にやっぱり整形の形で、1K で、で、まあ広さもちょっと確保されててっていう中でですね、それが、あの、昨日僕見た物件は体現されてるようなで、あ、これは大阪と戦えるなっていうぐらいの物件だったんですね。ありがとうございます。じゃ藤原さんいかがですか中古が多かったことですけど。そうですね。あの、首都圏ブロックに関しましては、中古の方がやっぱ取引は多かったんですが、 えーと、これはね、あの、まあ、あの、まあ、えー、と、ブロック長としてのね、うん、えーと、まあ、こっちに走るんだよっていう、この、まあ、リーダーシップの、の取り方にもちょっと影響はあるかと思うんですけれども、うん、えーと、2020年、まあ、このコロナパンデミックが始まりまして、まあ、あの、すべての流通が止まった。うん、あそして、えー、地価は上がってった。資材価格も上がってった。人気価格も上がってった。 というような状況の中で、これは新築は絶対玉切れになるな、ということで、うん、もう全員に号令かけてちょっと中古にシフトしようということで、うん、あの、築朝中古ですね。まあ大体築10年以内ぐらいの良質な中古案件をターゲットにしていこうというような、まあ、舵取り。これがですね、まあ2021、2022、そして今年の2023と、ずっとこう影響してきた関係でですね。まああの、新築も確かに取り扱ってはいるんですけれども、うん あの、中古の案件の方が圧倒的に多かったなっていうのが、まあ,あの、そういう舵取りをまあ僕自身が知っということにありますね。新築案件がなかったわけじゃないんですけど、相対的に比較すると、まあ、中古案件の方が多かった。それは当然ながらの、 あの、玉がないのに戦えないので、うん、やっぱりあの、玉があるところで勝負しようよっていうことで、中古にちょっと軸をおこう振ったっていうのが、まあ影響してると思いますね。ある程度予測して動いて対応されてたていと、ね。そういうことですうね。仕入れでね、えー、どうしても高校のご相談も多い、はい、えー、中で、まあ、仕入れが、まあじゃあ今後新地が難しくなるだろうと,、うんうん、というところで、えー、ある程度予測してまあ動かれてたというですね。 カヤまさんいかがですかえっと、今年の取り組みは新築が多いということで B 挙げられて。え違ったか違う会社になっちゃうな。なっちゃいましたね。CFZ は新築ワンルーム売り出したがめてましたと。リロに入って変わったよね。た新築ワンルームがいいんですよ、みたいな。はい。新築はいいですね。ごめんなさい、中古しかやってません。ご安心ください。 以上,はい、以上です。<laughs> どうもありがとうございました。<laughs> ありがとうございました <laughs>、えー。というところでですね。じゃあ次の質問いこうかな。なんか理由とかなんか、まあ理由は今ね、様々述べてくれてたんで、うんうん、もう次の、はい、私もワンルームに関してはね、えー、先にちょっと理由言っちゃってましたが、まあ、新築ワンルームはね、要は高すぎるんですよ。えー、あの値段が高すぎてあの、買ったら瞬間にガーッとこう値段下がっちゃいますんで、えー で買う、融資は、まあ、例えば4000万です、融資4000万つく、家賃入ってくる、経費払う、えー、お金返す、ほとんど自己資金出さず買えたけれども、えー、キャッシュル赤字です、4000万で買ったもの売ろうと思ったら、3000万ぐらいじゃなきゃ売れない、でもローン4000万残ってます、いつも儲かるんですかって話なんですね、新築のールド買うと。まあ、もちろんローンを35年、40年、45年、買いしきれば、確かに残るんですけど、それやるんだったら違う投資やった方がいいですよと。うん ということで、新築ワンルーム買うんだったら中古のワンルーム買った方がいいですよ。と,ということでね。えー、まあそんなスタンスでやらせていただいたのが C フ列ということですね。はい。じゃあ次の質問いきますね。はい。じゃあ1年前と比べて東証不動産の価格 A、上昇している。B、下落している。と。1年前ですから、もう今、もう12月ですからね。昨年の末ごろを思い出していただいて、えーまあ、A か B かというとこを挙げていただければと思いますが、 ちょっと悩むちょっと考える時間必要ですかじゃあ、いいですかねじゃあ、せーの。はい。はい。お川崎さん、A。藤原さん、A。かやさん、A。A、B。ちょうどどっちかなぐらいか。乗り場みたいな。変わらないぐらい。いいよ。大丈夫、大丈夫。なるほど。じゃあ、とやまさん、最初。 ちょっとと聞いいてみたいと思うんです,けどあ,すあんまり変わらない感じ上がってもいないけど下がってもいない,かないななかてはいますただこれエリアによるんですよねまあそうなんだよね開発があの頻繁に起こっているようなエリアとやっぱり上がっている傾向は見受けられるんですけど、うん、ちょっと郊外に出てきて、まあ、住宅のベッドタウンに近いようなところのマンションに関しては、うん、あまり削対比で言うとそこまで変わらないです、うん、変わってない、うん、まあ下がってはいないっていう感じですね、うん、キャラフートもそんなな変動なく 取引,し我々は取引している物件のキャップレートは、大体、はい、いい僕らが取引するところって、えー、まあ、区分のワンルームだと結構立地重視じゃないですか。すっていうところで、キャップレートで考えると、下がってる。キャップレートは下がってます。下がってる。価格も上がってるしね。価格がってますね、うん。なるほど。えー、じゃあ、藤原さんいかがですかそうですね。 ええと、いうふうに、まあ、ちょっと出し、出しはしたんですけれども、これね、あの、ちょっと、あの、視点を変えて説明したいと思うんですよね。うん、あの、まずですね、あの、今日、こちらの、あの、セミナーをご覧いただいている方は、まあ、ほとんどが、まあ、不動産投資家の方だと思いますので、うん、その、えっ、ー、と、この調子用不動産の価格は、まあ、上がってはいるんですけど、どうですかね、1年目と、あ1年前と比べて、やや、 やや上昇っていうことで、そんなにバンバン上がってるわけじゃなく、下がってるわけでもなく、まあ高値安定でちょっと、ちょっとだけ上がったかなみたいな感じで捉えていただければと思うんですが、もう一つね、言っときたいのが住宅。 住宅はめちゃめちゃ上がってます、ね。すね、あの、特に都心のね、都心の、都心の住宅は、いやいやこれね、キャップレートっていう足かせがないんで、うん、その気に入ったらもう高くても買うっていう現象が起こっちゃうので、うん、住宅はめちゃめちゃ上がってますね。うんえー、特に23区内、うん、および、まあ、東京とかのまあ23区より、うんえー、横浜川崎の23区より、 これはね、めちゃめちゃ上がってる。そ,そこら辺をちょっと言っときたいですね。すねっていう感じですかね。だから結局そのね、えー、まあ、以前だったら、この土地は戸建て建てるよりアパート建てた方がリザや取れるよねってデベロッパーさんが、うんうん 土地の仕入れれ業者負けちゃうんですよね、うん、だからアパート建てられない、うん、で結果、ね、さっきの藤原さんの話になっていますり新築のアパートの供給がしづらくなってる、はいるできなくなっている結果、中古の取引が増える、まあ、中古の価格も上がるみたいな、ね、そんな感じになってたりするんですかね,すね、はい。川崎さんも上がっているそうですね、<う>まあ今藤原さんおっしゃっていたこと本当にもうまさにそう思いまして、うん、まあいろんな業者さんを喋っていてもやっぱりそうだなというところで。うん まああの収益物件に関しては、やっぱりその収益還元法で、うん、まあ価格の設定していくので、うん、どうしても利回りで頭持ちになってくると,、うん、えという部分があります。であとは賃料ですね。うん、今、首都圏の方は上昇傾向にあるんですけど、現状今住んでる方のじゃあ賃料というのが上げれるのかというと、うん、これはなかなか難しいところになります。うん、というところで、収益不動産の物件自体は、えー、上がってくるのは、もう少し後というか、まあ、収益還元で見たときにもちょっと後になるのかなと。うん、でも逆に住宅は、もう壺いくらの世界なんで、うん、じゃあ壺単価がいくら、ぐんぐんぐん上がると。 それで欲しい人がいたらそれで買うっていうような市場なので、うん、まあどうしてもそういうふうになっているのかなと。で、あとあの、新築で、ね、先ほど私も、あの、今年、取引多かったっていうふうに挙げさせていただいたんですけど、やっぱり、あの、新築建てられる業者さんと多く、今年をお話しさせていただいたなというところではあるんですけど、どの方もやっぱり口揃えておっしゃられるのは、やっぱり建材ですね、資材の高騰、うん、まあこれがもうめちゃくちゃ上がっているので、うん、まあどうしてもその新築の価格も上がらざるを得ないと。 いうところでですねまあ今のところちょっと下がらないかなっていうようなことはやっぱり言われますねありがとうございます、はい、ではこの質問の次の質問行こうと思うんですけれども、うん、まあ関連した質問にね、えー、なっていきますけれども次の質問出ますかねはいこれ来年ね1年後まあ わかんないと言ってしまえばわかんないんですけど、<laughs> まあ予測はね、ある程度立つところもあるじゃないですか。まあおそらくね、こういう理由があってこうなりそうだな、みたいな部分はね、私たちも、まあ不動産投資の世界で最前線にいる中で、まあ、いろいろとね、肌感覚で知ってる部分、あとはまあ、2024年問題、まあ建築業界、運送業界、2024年問題なんていうのもね、あったりする中で、じゃあ皆さんこう A、B、 いずれかというところでまあ難しいよなこれなうんじゃあせーのはい、はい

インフレの状況っていつまで続くのかっていう話なんですけど、うん、まだまだ僕はまだ続くんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で、まああの、さっき、ほど川崎さんの方から収益関係本であの賃料がどんどん上がっていってる、で実際に PM の方からもですね僕、聞いてる話だと、実際に5000円から1万円上がったっていう事例も最近出たんですよ。うん、でそううなっってて賃料ががどどんどん上がっていくイコール物件価格はもう 上がるしかないんですね。という感じでまだまだ僕は上がる見込みは十分あるんじゃないかなと思います。ただ1点あの上がらない物件ももちろんあ,ってあります。それは様がまあいかにその お部屋の修繕だったり、やっぱ客付けできないと、あの、賃料入りませんので、そこに対して、どこ、どこまで、あの、コストをかけて、あの、しっかり、あの、お部屋を維持されていくっていう、まあ、そういった、あの、投資として、あの、投下できるかどうかとか、まあ、今後の10年以内の、まあ、修繕計画とか、どれぐらい見込んでるのかによって、だいぶその物件の価値、 そうね。が変わって、そこによって賃料とかもどんどん差が開いていくかなと思いますので、うん、まあそこは随時、うちの PM でも構いませんし、まあご相談いただきてですね、うん、あの、どんどんバリューをどんどん上げていくような、うん、そんな1年を、まあ来年見込んで賃料、価格も上げていっていただきたいなと思っています。期待を込めて A です、うん、僕は。そうですね。はい。あのー、まあこれね、あのー、え 多分、ワンルームなのか、一棟かによってもね、ちょっとまあ違ってくるし、うね、もちろん場所によっても違ってくる、はい、っていうところもね、あるので、一概にどっちいったら、まあなかなかね、A、B、表現するのも難しいかなというふうには思うんですけれども。 まあ、ワンルームに関しては確かに都心の効率値扱うことが多いので、でね、家賃やっぱ上がってるもんね。上がってます、がってます。で、うん、やっと家賃上がってきたかって感じするよね。そうですね。うすると結果、キャップレートがそこ変わらなくても、家賃が上がると、市場価値上がりますからね。そうなんですよ。あの、皆さんご承知かもしれない、あの、ご承知だと思うと、はい、V イコール R 分の I、主還元法ですね。はい、えー、まあ、直接還元法で、まあ、その瞬間風速的な価値、あの、家賃で、 えーまあ、計算するとキャップレートと合わせて計算すると結果上がりますのでそうすると買った時はやっぱ値段上がるとういうことがやっぱ起こりますからね、うん、まあそういう意味でやっぱ家賃ってすごく大事大事ですいいですねじゃあ藤田さんいかがですかそうですねもうと人も言えない形と A でもなければ B でもないというねこれでちょっとねあのコメントしたんですけど、まあ一言で言えばですね上がる不動産もあれば 下がる不動産もあると。うね、もうこれしかないんですよね。うんうん、これしかないんで、まあ、あの、答えになってるようでなってないような感じもするんですけれども、まあ、基本的にですね、あの、私ども、あの、株式会社 c f ネッ t が推奨している投資エリア、まあ、東京23区だったり、その近郊の、まあ、千葉、埼玉、神奈川、あの、まあ、しまあ、主要な、まあ、ポジション、 っていうのは、えっ、ー、と、基本は高値キープかなと。あの、まあ、あの、先ほど言ったように、あの、収益還元で考えれば、家賃が下がらない限りは、その利回りで割り戻した時の価値っていうのは維持されますので、まあ、高値キープかなとは思ってるんですね。うんうん、ただ、あの、ちょっと来年のあの、ちょっと読みとして、あの、まあ、ちょっとこの、この、あの、先の質問にも出てくるのかもしれないんですけど、 金融情勢がどうなるのかなっていうのがちょっとね、こう、なんとなくこう、こう、ちょっと曇りみたいな感じでですね、うん、それに大きくちょっと影響を受けるかもしれないっていうのはちょっと思ってますね。すねうん、だからね、うん、まあ、あの、上がる不動産もあるし、下がる不動産もあるし、うん、あとはファイナンスがどうなるか。うん、これによってちょっとこれが変わってくるかなっていうふうに思っています。うん、僕の方からは以上ですかね、うん。ありがとうございます。川崎さんいかがですかはい。 えー、まあ、多分同じような感じ、えー。まあ、そうですよね。はい、ねね。まあ、さっきね、かやさんの方からなんか PM が、家賃が5000円ぐらい上がってるみたいな話されたときに、ね、ドキッとしたんですけどね。<laughs> 僕の物件のこと言ってはるんかなみたいな。言われたんですけど。<laughs> いや、まあ、でも実際僕の方もすごい上がってました。5000円ぐらい本当に家賃上がってるんですよね。うん でまあ、そういった観点でいうと、ね、まあやっぱり上昇のトレンドにあるのかなというのは、うんあの、肌感覚でもあるところなんですけど、まあ、でもかといって、じゃあ、これからですね、もう冒頭していくのかって言われると、まあ、ちょっとどうなのかなというところもちょっとありましてですね、うん、まあ、うん、こればっかりなんとも言えないんでね、うん、あれですけど、まあ、下落するような要因があの手元に見えますかって言われると、さっきおっしゃられたファイナンスのことぐらいなんですよね。うん で,でもそれ以外の部分で、えー、まあ来年はなこう賃上げとかってね、あの話も出てますし、うん、まあそのあたりとかでもうまいこといけばですけど、うんうん、じゃあ、どんどん右肩上がりにですね、まあ、経済が上がっていくような方針にしたいっていうのはね、うん、やっぱりこう、全体感としてはそういうトレンドにあるかなと思いますので、うんうん、まあ、私、ま、ちょっとやや A 倒し気味だったんですけど、ねうんやや、やや A 倒し気味。まあ、上昇していくトレンドにあるのかなと、うん、まあただ、まあ分かんないよねっていうのが現状かないうこですね。うんうん ね、まあ、ただ、その、まあ、僕らの仕事って、すごく政策に左右されるところあるじゃないですか。ーあーなのでね、まあ、ほんとテレビで、まあ、テレビはほとんど見ないですけど、まあ、連日ね、いろんな報道されてる政治の問題が、結構仕事に直結するところがあるので、結構やっぱ敏感になりますよね、それのニュースっていうのはね。えー、まあ、ほにね、政策によって、えー、金融機関もね、影響やっぱ受けるし、それによって、 えー、投資家さんの投資家の皆さんもやっぱり影響を受けるので、まあそれによって、まあどうなるかなっていうところもあるんですが、ただね、やっぱその、2024年問題、先ほど申し上げた、まあ建築業界だ、運送業界だの残業のね、規制、えー、一定時間を超えると、本当にね、もう罰則だとか、うん、社名の公表だとかされてしまうので、やっぱ基本やっぱ後期が伸びる、うん、ことになると思うんです。そうすると結果やっぱり限価に乗せざるを得ない。 そうすると、最終的な消費者が購入する金額としては、上がる、上がらざるを得ない、みたいな感じに、やっぱり、なってきてしまうので、人件費とか上がってですね。まあ、まあ、我々がね、やるような、その、個人さんがご購入いただける規模のアパートですと、まあ、そこまでね、多分、一人親方で下請けで職人さんがやるとか、いうぐらいの規模だと思うので、まあ、そこまでね、 うん、夜中にじゃあクロス張ってるからなんか老気にね、うん、疲れるとか、いやなんか後期間に合わないともう一生懸命やりますよと。二乗時間体制でやりますぐらいの感じの多分、うん、ね、職人さんの集合体だったりする現場が多いと思うので、まあ、そこまで影響は受けないかなと思いながら、ただまあ世の中的にはそういう問題もあったりするので、うん、どうですかね、やっぱコストが上がる一方だなっていうのはね、えー、思うところですね。まああとはその、 上昇するような、将来的に。うん、要は、キャップレートが低下していくような、家賃がなるべく維持しやすいような、まあ、逆,逆の言い方がいいかな。家賃がなるべく下がりづらい。そして、キャップレートがなるべく下がるようなエリア。うん、要は、開発が進むようなエリア。で、どっちかっていうと、我々、買っていただくような推奨してるじゃないですか。うん、ところがやっぱ、上昇してほしいなっていう希望もありますよね。うん、その、我々が投資推奨しているようなエリア。 要は、ではそのエリアで既に持っていただいている方々がいらっしゃるわけじゃないですか。っていう方々からすると、結果ね、やっぱ参加値上がるわけですし。まあ、ただ、ね、それまた、じゃあ新たにこう買っていただく方々のその値段で、じゃあ、うん、割高だったらね、もちろんね、投資推奨エリアだとしても、割高で買う必要はないので、えー、それはまた分析した上でね、じゃあその相場が上がったとしても、じゃあ果たしてそれ買っていいかどうかいうのはまたその時の、 分析によって、まあ、投資判断した上でね、ご提案させていただくことになるんですけれども、基本はやっぱり上がるようなエリアで買っていただきたいとは思いますよね。はい。えー、というところでですね、まあ、上昇してるエリアもあれば、うん、するエリアもあれば、しないエリアもあるというところでですね、まあ、それはじゃあ、具体的にどこなんだということはね、うん、えー、直接ご依頼、ご相談いただくのが一番いいのかなというふうに思います。じゃあ、ちょっとね、まあ、関連した質問になると思うんですけれども、うーん、 今年の融資どうでしたかというところで、えー、A が好調だった B が厳しかったというところで、えーまあ、これも多分ね人によるとかね、えー、あるんだとは思うんですがあ、まあ、自分自身の仕事として、まあ、自分の範囲のう、まあ、ブロックの範囲としてどうだったかというところで、ね、お答えいただいてもいいのかなと思いますがじゃあいいですかせーの。はい、はいらかな んんお、<laughs> 藤原さんはやや,、A、いや,いやええ。えっと、川崎さんと加山さんは見えきらな感じ。はい、すいません。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ、先に藤原さんからね、やや好調だったかな。そうですね。これはですね、うん、あの、やっぱあの、川崎さんなんかの立場と、まあ僕の立場はちょっとね、根本的にその立地条件の違いというのがあると思うんですよね。うん、あの、まああの、まあ私はあの、首都圏ブロックっていうのをまあ引いておりますから、 当然ながらそのお客さんも、まあ東京もしくはその一都三県に住まれてる方が多いっていう前提での話なんですけれどもそ、ねええ、そうするとね、あの、まあ、 良い銀行もあったし、厳しかった銀行もあるにはあるんですけれども、やはりね、東京に住所があるってうのはでかくてですね、うん、A 銀行がダメなら B 銀行があるわと、B 銀行があるなら C、あ、C、B、銀行がダメでも C 銀行があるわっていうことで、なんとか,かんとかね、ファイナンスつけられるんですよ。うん、あの、A 銀行がちょっと弱ってきても、じゃあ C 銀行で行こうぜとか、バックアップが効くんですね。うん、だからまあ、それを、まあ、こう、通算すると、まあまあ、まあまあ、好調だったかなっていうこと 大変になりますね。うん。著作ブロックとしては。なるほど。これね、大阪とも大きく違うと思うんですよね。まあ、確かにね。まあ、次ね、ちょっと川崎さんにお話聞きたいと思うんですけど、まあ。包丁か、厳しかった、まあ、どっちかなっていう感じ、まあ、どっちもどっちだと思うんですが。やっぱ大阪名古屋ブロックの。まあ、お客様って、まあ、基本はその関西圏。ええ、もしくは西日本九州とかですよね。お客さんが多い。のかなと。そうすると、やっぱり住所地が。 東京じゃないっていうところで、東京、首都圏の物件を買おうとすると、うん、まあ、金融産は非常に限られる。はい っていう、まあ、そのの厳しさはやっぱありましたからね。そうですね。やっぱりこれはもう毎年のことなんですけどね。結局はやっぱその、住所がどこにあるのかということによって、使える銀行さんが大きく変わると。うん、まあ、これは本当にね、あのー、まあ、我々首都圏をメインにですね、あの、物件を買っていただきたいというふうに思ってる、うん、まあ人間からするとですね、まあ、かなりこう、ハードルが高いところでして、うん、まあ、私もそうですし、あの、名古屋の浜田に関しても、うん、まあ、そこに関してはもうずっと常々ですね、なんかいい銀行ないかなっていう話はするんですけど、うん まあ私はまあ今年に関して言うと、まあ、どっちつかずで上げたんですけど、まあ別に普通だったかなという印象で、まああの、全然。 融資つく方はつくし、えちょっと厳しい方は厳しいしっていうところで、まあ一昔前のですね、うん、もうこのジャブジャブに出た時というか、うんうん、まああの時も私もね、あの、ちょっと知っているような状況ではあるんですけど、うんうん、あの時と比べるとすら悪くなってるよねと。うん、ただまあやっぱり人と物を見極めながらですね、えー、まあこの人だったらいいかな、この物件だったらいいかなっていう銀行さんのまあ定義判断いただきながら、うん 適正のお出しいただいたなというふうには思ってるので、特段厳しいなとも思わなかったですし、特段なんかじゃぶじゃぶ出てるかなという印象もなかったといありがとうございます。さんいかかがですそうですね、僕に関しては、まあちょっとごめんなさい、煮え切らない回答で申し訳ないんですけど、良かった銀行さんと、新規でできた金融機関さんも出てきたりして、あと他には、あの そうですね、新規に加えて逆にちょっと厳しくなったというかあ<ー>あのちょっと融資期間をちょっとまあ厳しくしますよとかそういった話も出てきたのでうん、うん、まあ,あの厳しいところもあればどんどん新しくどんどん積極的にあの我々がやりますので、うん、みたいな、まあ、手を挙げてくださった金融機関さんもいらっしゃったので、うん、お客様に応じてまあ分か、まあ、れてくるような感じになるかなと思いますね。じゃあちょっと画面4人出ますかねじゃあこれの質問と重ねてねちょっと聞いてみたいのが。 A, B ちょっと持っていただいてうん、そうですね。いつと比較しようかな。2 0 2017年。ちょっと思い出してください。2017年の時代。 イメージつきますがかやまさんちょっと、あれかなまだアセットじゃな。いそうだな。だからこれ、藤原さんとかやまさんでいきましょう。うん。あ、川崎さんね。あ、ごめんなさい。あの、川崎さんね。大学生。まだ入ってないもんね。なんで、こう、ちょっと2017年当時と今を比較して、さっきの質問出してもらっていいですか ?A が好調、B が厳しかった。まあ、これは多分、なんとなくもわかりますけど、 じゃあ、せこれ、2017年と2023年を比較してください。うん、いや、あの時より好調だったよ。え、厳しくなってるよね。B、じゃあ、せーの。はい、うん。はい。A が好調。<い>あれ、川崎さん、厳しくなった今 ?2017 年より。今ですか今。あ、僕、2017年の方が良かったよね。ああ,あ、そうそうそう。2017年より、 2017年より。2017年と比較的て今ってことだよね。そう。今が良くなったよってことだったら A。厳しくなったよねってなったら B。はい。え、藤原さんは2017年より良くなったと。ええ。ええと、どっちかってうとね、ま、これ、そうだな、僕も B かな。こっち。うん、って感じだったんですけど、逆に藤原さん2017年より今のが良くなった。と思います。そう。ま、どこを良くなったと、ま、金利なのか、 融資比率なのか融資のバーなのかっていうところだとちょっと違うのかもしれないんですけれども藤田さん A を挙げられた理由ってその2017年というのは駿河問題で騒いでた時代だったですよね。えっとね駿河でかぼちゃの馬車の問題が、うん、あそうだそうですよねその時系列がどのタイミングかっていうところをちょっとお互い,しい,いと、うん、ともこうちょっと 消極的になったっていうところを軸にして良くなってるっていう概念。ね、そうすると、えええっと、そうですね。そこの共通認識が必要ですね。駿河、ええ、のかぼちゃの馬車で。ええー、まあ、二千十八年。うん、かぼちゃの馬車問題というのはね、うん、ありましたけれども、要は。建築会社さんと、販売会社と駿河銀行さんが結託して、本来融資できない案件方に対して、うんえー。オーバーローンで物件価格以上の融資をして、で、本来貸せないはずの。 家賃を保証して、で、実際負担を開けてみたら入居者も入ってないから家賃も入ってこない。で、えー、その家賃を原資としてローンを払ってたオーナーさんに対して家賃の送金が止まったと。で、えー、負担を開けてみたら、ま、誰も人住んでないとかね。で、結果その家賃が止まって返済ができないと。大問題になって。で、なんでこれ誰が貸したんだいや、ル河さんだ。いや、でも建築会社さんがなんか、えー、融資の不正をね、いろいろとこう契約書改ざんしたりとか、いろんな個人情報改ざんしてとかやってたっていうことで大問題になった。うん で、有志が、業務提止処分食らったの2018年ので、ね、確か2月なんですよね。2>, 2月か3月なので、でね、なので、まあ、今のその駿河さんの問題があったのは2018年。うんうん、ってことで考えると、うん、確かにあの時よりはこうかなって感じします。うーん 多分川崎もそんな感じじゃないそこ、その駿河さんの問題を2018年ということでも共通識。だから2018年はちょっと中途半端だったかわかんないですけど、2018年の駿河さん問題の時は、確かに混乱期でしたね。ということで考えると、 まあそっからは、だいぶ回復したね。ちょうどね、あの、僕のイメージで言うと、その2000、まあ、まあ、ルガの問題が若干2018、18とするなら、2018、2019と、ちょっと融資きつくなってきた。きつかったです。で、そこへコロナが、コロナパンデミックが入ってきて、どうなっちゃうのっていうふうに思ったんで、そこからこう V 字回復しそう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 。 なので、2017年、えー、ごめんなさい、2017年は良かったのものの、2018年の駿河さんの問題で、うん、で額下がって、12年、うん、の額下がって、ね、で、ちょっとこう、いや、今年はやりますよって、2020年ぐらいの年始にご挨拶いただいたのはね、うん、まあ、その時ね、えっとね、リソナさんだったかな、ご、うん、挨拶いただいて、2020年の2月に、えー、緊急事態宣言なんですよ。うん、で、 えー、ストップ変わったじゃないですか。うん、物理的に審査が進まない。うん、ていうか審査役が出社できないとか、ね。決済権者が会社に来れないから。<laughs> みんなもうね、そう。ステイホームですからね。そうなんですよ。ステイホーム、ステイホームで、進んでいかないですよ、<laughs> 物,物事が。あっていう感じで、融資が止まっちゃった、うんうんあ。っていうのが2020年、2021年。うん、で、 2022年、ようやくちょっと回復の兆しがというか、うん、ま、そのオンラインで融資の審査もできるようになり、2023年、ま、今年ですね。っていう感じで考えると、まあ、2017年に対しては、まあ、結構ジャブジャブだった感じする。2016年、17年とかですね。でも18年くらから比べると、まあ、確かにこうなったかな。っていうところはこれ、皆さん共通の感じですね。まあそこの軸、うんうん、時間軸を合わせればこう。うんうん、そうですね。そうですね。 って考えると、この5年間、振り返ってみるとですよ。うん、だからまあ、2023、2022、21、20、19?2019 年から2023年で考えると、うん、どこが一番厳しかったですかやっぱり19年。19年ですかね。っです、うん、19年と2020年の前半ですからね。まあね、もう金融庁からのお立ち、 氏がね、通達が各金融機関に行って、うんえー、ね、みんな様子見っていうか、うん、なんかこう先に動けないっていうかね、狼、うん、から言われてしまって、身動き取れないみたいな状態が、うん、あまああの時ありましたよね。と言えば大変でしたよね。うん、で、あの結局あのみんな世の中全員の人が、うん。うん これからどうなっちゃうの日本は、うん、世界はっていう、その、真っ暗闇の中に突き,、まあ、突き進んだみたいなイメージだったんで、うん、やっぱ物件価格も瞬間的に下がりましたよね。あそうですね。えー、確かになりました。えー、はい。 あの時に買ってもらった方がいらっしゃって、今考えたらとんでもないリバで買ってくんですね。そうなんですけどね。ああ、すごいですよね。あの、新横浜の駅からちょっとこう、地下鉄で行ったとこで、ね、はい、ー新築で8%って言ったんすから、ね、<笑><笑>今、どう、あれ売ったらどうなんだろうなぐらいのね。<laughs> あれはね、うん、でもそれこそ、で、ね、まだ時間あるんでね、全然いいんですけど、<laughs> オンラインの走りでしたよね。はい、そうですね。それこそ、あの時はね、オンラインでしかできなかったんですだってオンラインでセミナーやろうって藤田さんがね、おっしゃって、で、今でこそ当たり前のように毎週ね、物件の紹介イベントこういった形で YouTube でやらせてもらってますあの時、僕、ね、藤田さんと、ね、まあ、それこそ定年退職で辞められた野崎さんと。今は同じ。今は同じ。生きてるけど。と、僕と3人でね、やらせていただいて。 そうそう、それでる。あ時にね、だからその、そ<う>要は、あの、リアルの案内ができなくなったから、じゃあ試しにその、オンラインフィールドワークやってみましょうかっていうことで、うんうん、まあ、今はね、うん、まあ当たり前になったスタイルの実験版っていうのをやったんですよね。そう,そう。だからそのコロナで身動き取れなくなって、うん、その我々の仕事もね、どういう形ですればいいんだろうなって、ものすごく手探り。そう、あの時ね、今でも印象深いんですけど、あの、中本さんが、うん、 あの、お知り合いの業者さんからと、びっきり物件ご紹介いただいたんです板橋本町のね。まあ、本厚沼と板橋本町と中間ぐらいなんですでね。でも、案内できない。うん。どうするいや、案内できないんだったら、もう案内するビデオ作っちゃおうぜ、みたいな感じで、それをプレゼンしたら一発で決まった。あ、じゃあ俺いけんじゃん、みたいな話になってね。そうそう。う だからもうね、すっかり慣れた感じがね、ね当たり前な感じですけど、うん、最初は本当手探りで苦労しましたよね、うん、それがまさに2018、19と、うんね、いうところでは、まあ多分世の中、まあ我々だけじゃなくて、うん、まあいろんな、ねうん、業界の皆さんが自分たちの仕事の仕方をすごくいろんなこう工夫だったりとかっていうのも求められた、うん、あすごく仕事の仕方が転換期だったなっていうのは、まあね。 え思いますし、まあ、こんなセミナーも,もう今 YouTube が、ね、ほとんどですけどあ,そあの辺でしたもんねただ融資もそんな状況でなかなか、ね、ハードル上がってたので、うんえー、安い物件出たからといってじゃあ買えるか買えないかってはまた別問題でですね、うんえー、そういう時買える方はまた、ね、いいんでしょうけど、うん、うんなかなか難しいですよね。うん 常に買えるかっていうとね、えー、ジャブジャブで融資を引っ張られる方だったらいいんですけどね、なかなかそれは難しいところで、まあ、買える時に買うしかないかなっていうのがね、うん、まあ一投資家規模の、うん、リアルというところかなというふうにはまあ思ったりもしますけれどもね、うんえー。すみません、ちょっとね、寄り道しちゃいましたけれども、あ、ちなみに、あちょっとね、その今の金融機関の派生で、まだね、時間大丈夫なんで、うん あの、最も取り組みの多かった金融機関の融資条件をちょっと教えていただきたいんですね。これ、多分ね、藤原さん、川崎さん、まあ、加山さん、まあ、個人的な部分もあるでしょうし、えー、ご自身のそのね、えー、チームだったりブロックだったりというところで、まあ、自分はこっちの銀行多かったけど、全体としてはこっち多かったなみたいなね、話もあるのかもしれないんですけれども、 まあこれはね、ああそうだな、まあ、銀行名はイニシャルにしておいてもいいのかもしれないんですけど、まあ、条件は可能な限りちょっとね、教えていただきたいなっていうところで、香山さんいかかがですかそうですね、僕のワンルーム全体でいうと、大体、その金融機関様、経、うん、銀行様、一番多くてですね、借り入れ比率でいうところなんですが、大体7割から良くて9割近く出していただいて、うんうん、この前90%出てたね、出てますね、出ですか。そう,そう,そう。そう それこそ神戸の、それこそオーナーパネルディスカッションに出ていただいたこの、はい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 。A 様。神戸の A 様、あ、神戸の A 様って言っちゃダメだ。A 様。90%。あ、そうですか。ええ、すごそれ知らなかったですけど、まらね、打診はした方がいいよ。まあちょい。うん。評価が伸びたっていうことですね、評価が伸びまたね。 はいそして金利が経営銀行様1.9%からですね一応まあ借り入れ額によってそこ金利が変わってくるんですけど、うん、大体1000万円以下だと金利が 2.9%1000 万以上の借り入れをしていただくと1.9%になるで取り扱ってる物件が大体1000まあアベレージで300万から4500万とかになりますので大体のお客様に関しては1.9%でうちやらせていただいてますので。うん という感じで丸二番はそんな感じで返済期間が大体いい25年前後が一番多かったとっいうのがこの1年の取り組みになってございます<ペー>、うん、なるほどありがとうございますいかかがですそうですね首都圏ブロックでいうとねまあいろんな、まあ、先ほどねあの大阪との,その立地条件の違いでいろんな銀行使えるんだよっていうアドバンテージがあ,あるにはあるんですけれどもまあ今年1年振り返るとですね まあ、なんだかんだ言っても、やっぱり一番活躍してくれたのは、SF 銀行かなと。SF 銀行はい。SF 銀行って、あ、なるほどね。はい、はい。それで、大体ですね、うん。あの、借入比率は、まあ、LTV ですね。まあ、70から80%ぐらい。で、まあ、金利はね、まあ、ちょっとケースバイケースっていうのが、あの、実際に、その、 まあ、えっ、ー、と、実行人口がどうなるかね。あの、うん、まあ、その、マッチングになるので。うん、で、年数は、まあ、だいたい30年からうまくいけば35年ぐらい。うん、まあ、あの、それは、まあ、物件次第ですよね。うん、それが結構、やっぱり、助けてくれたかなっていうイメージがありますね。<ー> まあ相談するとね、あのー、アレンジしていただけるっていうところがね。うんうん、それで、あの、予期せぬね、あの、ここどうですかってのが出てきたりして、ね、それ非常に助かりましたね。うん、まあだから、うん、まあ非常にね、我々のやり方に対して、まあ共感いただいてる、うん、まあ仕事の仕方に対して、まあ共感いただいて、うん、まあ信頼いただいてるからこその付き合いがね、はい、スタートして、まあ非常にね、パートナーとしては、我々も 藤田さんがね、今おっしゃった、助けていただくことが非常に増えたですよね。へぇ、確かに。半分もそうだよね、SF 銀行さんもそうですもんね。結局、こっちが駄目でも、じゃあこっちでどうですかっていうのをアレンジしてくれるんで、それが助かりますよね。川崎さんいかかがです そうですね。うん、私はまあ、個人的なことで言うと、今年はよく喋ったなと思うのが、R 銀行さん。R 銀行、はい。はい。は、もう、各、うん、まあね、どこかって言っちゃうとあれかですけど、視点、うん、がね、たくさんあるところなんですけど、うん、まあ、いろんな視点のいろんな方とお話ししたなっていう記憶があってですね、うん、やっぱりあの、お住まいの最寄りの銀行さんの視点っていうのが、うん、あのその方のまあ担当視点になりますので、はい、まあ、 あの中,中枢があって、そこに一個喋ったらいいというわけじゃなくて、いろんな人とコミュニケーションを取りながら、うん、あの話を進めないといけないというのが、まあ、あ,のありまして、うん、まあ今年はそことこう、お取り組みをです、ね、進めていただくケースが多かったかなというところですね、うん、ま,あまだ実行に至ってないやつは、ね、結構多いんですけど、うん、まあ実際、有志の事前、まあ、勝利いただいたりとかっていうところは、そこが多かったかなという、アール銀行さん、はい、結構印象としては、視点によって結構回答が違う。はい で、あれ、あの、アルギンコさんって、まあ、いろんな視点のその上に、新災役の役員がいて、うん、この人は結構、ね、はい、とんでもないと変なことになっちゃったりするんだけど、うん、<laughs> 移動を、移動を祈りますみたいな。いやそうですね。<laughs> 移動を待つしかないみたいなこともあったりしがちですけど、その、 案件によっってて持ち込む視点やぱる感じでもう直接話すことが多くてですね、私はお客様と一緒に同行して、その視点に行って、我々の考え方と、我々こういうことやってますってことをお話しして、過去お付き合いさせていただいた視点の方とか、あと担当者のお名前出してですね、こういった形で組み立てをしていただきましたと、でできるはずだということを前提としてですね、これ逆におっしゃられたように、その視点担当者さんによって力量が本当に半端ないぐらい違うんですよね。でもも全然知らない人はう なんでしょう。すごい逃げ腰というか、もう全然やる気ないっていう人もいらっしゃるんですけど、まあできるはずだということをですね、まああの徐々こう説得をしながらでまあ組み立てていただくというようなことをですね、まあ本当繰り返して、はい、まあ本当にね、いろんな視点の方とお付き合いができましたね。これちょっと四人出ます画面。でこれ、まあ有志ってその。 旬があるじゃないですか。うん、この金融、これはもう皆さん納得しますよね。で、金融機関によってはやっぱ旬があってで、積極的な金融機関もあれば、今ダメだなっていう金融機関もあるし、うんえー、ダメだなって金融機関の中でも、この視点だったらとか、この担当者だったらいいよねとか、うん、やるっていう金融機関でも、ここの視点通した方がより条件いいよね。うん、この担当者の方がいいよねっていうのはあるじゃないですか。うん、それって 皆さんはなかなかわからないところだと思いますし、その情報はね、こういうところは出せないですね。っていうの、ん、は出してしまうと、当然ながら、世の中の方々の案件がそこに殺到してしまうので、あのね、我々の案件が、申し訳ないですけど、我々とお付き合いいただいているお客様の案件が、うん、しわ寄せく食らっちゃうんですよね。それ物理的にやっぱり時間をかかってしまう。案件が増えることによって、その視点の業績が上がってしまうと、 まあ、銀行さんも、まあ、担当者もですね、やっぱノルマがあって。やりすぎるとよくないですね。皆さんもどこかの組織に属しているとですね、身に覚えがあられるかもしれないですけれども、予算を大幅に超えてしまうと、次の予算が上がってしまうということもあるわけですね、組織としては。で、そんな中で、やっぱり、お腹を空かしている視点、ちょっと予算が、に対してちょっと達成できていない視点とか、担当者とかっていう方が、 案件に対しては、より貪欲にやっていただきやすい。っていうこともあったりして。うん、その辺はね、我々把握してます。常に。タイムリーにあ。この案件、いや、あそこダメだったんです。いや、この人持ってってみみたいな。うん、とか。いや、これっていけるはずだよ。でも、あそこの担当者はこうやってダメって言われたんです。いや、そんなことないから、こっちの支店長に話し,しとくから、こっち持ってきなさい。とか。いうのを、ここは共有してるわけですね。これ、日夜。 共有して,ますっていうことはあのやっぱり皆さんがご自身で融資のご相談をされるってのはこれはこれでね開拓いただくのも一つですけれども我々そのコンサル不動産のコンサルやらせていただいてまあ、ご依頼をいただければね、まあ、もちろん物件のご提案もさせていただくんですけどまずは、ね、やっぱり融資を抑えるのがやっぱ大前提なんですよね。でこの 融資がつかないと、まあ現金で買うしかないです。うん、現金で買うって方もね、もちろんいらっしゃいますけど、ワンルームとかね、まあ一等、ふださんも今年現金で10億とかね、そんなわけもあったと思いますけれども、まずやっぱ基本融資が受けられて、じゃあ現金がどれだけ出せるか、それによって予算が決まってくるわけなので、そ予算組ができないんですよ。探す物件の。できる投資の。っていうところでは、まずね、金融機関をさえないきゃいけない。これも、やっぱり誰が相談するか、誰が誰に相談するかによって、 結果が変わって、全然変わってくるので、そこはね、あのー、まあ、お気をつけいただきたいかなっていうか、ぜ、ま、ひ、あ、ね、そこも含めて、あの我々は活用いただいた方がいいかなっていうふうには思いますね。うん、CF ネットが持ち込む、うん、CF ビルマネジメントが管理させていただく、これによってね、出る金利条件とか、あ融資比率とか、やっぱね、えー、案件が通る通らない、実際やっぱあるんですよ。うん、なので、そこはね、あのー、まあ、我々の、まあ、 宣伝にはなりますけれども、お,、まあ、お付き合いいただいている皆様に対しては、まあ、非常にいい条件でお出しできるような金融機関を探してアレンジしているつもりですので、まあ、まだね、お付き合いいただいてないという方、まあ、それも含めてご相談いただければいいんじゃないかなと思いますけれども、なんか成功事例みたいなやつありますいこですかああ、そうそうあのー、先ほどね、ねまあ今あの、関西さんの方で R 銀行さんというお名前が出たんでね、もうね、強烈に僕の中に印象に残っているのが、うんうん 先ほどね、あの、その、えっと、そのパンデミック初期ですよ。うん、パンデミック初期で、板橋本町にものすごくいい物件が出たと。長、うん、本さんが持ってきてくれて。で、それを、その、じゃ試しにやってみようということで、オンラインフィールドワーク、 というイベントを試しにやったら、それで一発で買いたいとお客さんが出ちゃったんですよ。でもうそれううたまたま長本さんのお客さんだったんですよ。で、それを R 銀行に持ち込んだらダメだったん、ダメだったんですよ。ダメだったんですそっからの切り返しはもうぜひ、長本さんの方に。今言われて思い出しました。あれはもう成功事例ですよね。そう,そうそうそう。で、まあ,あの、我々がね、普段やり取りしている、まあ、融資担当者がいて、その人を通して、 まあ通常はそのお客さんの最寄りの視点に行くんだよね、うん、案件が。そしたらこの視点ダメだったんだよ。うん、ダメ理由だよね。自己資金3割での、うん、定期預金で3000万円での、みたいな。断り文句みたいに言われて、うん。ふざけるな、みたいな。聞いてた話と違うよ、と。で、じゃあ、物件の最寄りの視点に持ってってみようと。うんうん、おもう、ダメ元でね。うん、言ったらわかんないよね、ってことで、うん、物件の最寄り視点に持ってったら、漫画界と。うん ね、同じ人口ですよ。同じ人口。同じ人口だよ。すごいですよ、ね。で、買える、買えない、天と地だからね。なので、ねうん、その物件、これね、ご覧になってるかもしれないですけど、1億2000円ぐらいでね、うん、買っていただいた記憶ありますけど、今だっら1億5000円ぐらいじゃないですか。うん、3000万資産価値上がってるじゃないですか。10%ぐらい僕ら手数でもらっても、あん <laughs> <laughs> くないような気はしますけど、<laughs> まあでもね、仲介手数料いただいて、よりいい物件買っていただくっていうのはね、 で,すので,でね、あの時ラッキーだったのは、うん、そのパンデミック初期だったんで、はい、その、やっぱほら、我々みたいにそのオンラインフィールドワークなんてやってる業者はどこにもいなかったんでしょ。売り主さんも結局物件作ったはいいけどどこにも売れないっていうことで、時間稼ぎができたんですね。うんうん、時間稼ぎができておき買いたいという予算見つかった。うん え、ある銀行の某支点に入れたらダメだった。さあどうしようってことで、まあじゃあこっち行ってみようっていうね、その時間稼ぎができたんですよ。そうですね。結局ね、あの、あれ、えっと、ゴールデンウィークあたりね、ゴールデンウィークあたりにちょっとやってみて、結局制約になったの半年後ぐらいですよ。うん。その間ね、時間稼ぎができたっていうのが大きかったですね。そうそう。まあね、あの手この手でね。 あれはね、もう一大制約事例だと思います。うん、同じ銀行の A 視点はダメだけど、B 視点は OK だったんですよです、ね。いや、あとその視点もありますけど、うん、これ怖いのが、同じ視点でも人によって違うこともあるから怖いんですよ。すね、それこそ、あのー、ね、某地銀の、うんお、まあ某支店、うん、で、そこで有志課長が営業に来られたんですね。うん、で、まあ手ぶらで返すわけにもいかないから、うん、いやいや、実はこういう案件あるんですよ。どうですかって。 お土産代わりにお渡ししようと思ったら、うん、あ紙を見て、うん、ちょっと残債多いですね、みたいな感じで、うん、うんみたいな、ちょっと難しいですね、みたいな、あ、そうですか、みたいな感じだった。僕の中の組み立てでも絶対いけるはずだと<ー>これなんで断られるんだろうなと思って、これもね、諦めないって大事ですね、<ー>我々の仕事ね。うん、その有志課長が帰った後に、その普段やり取りしてる有志担当者、これ <laughs> 女性の方だったんですけど、まあ、優秀な方ですよ。その有志担当者に相談したら、 いや、いけると思いますよ。本当 <laughs> と。<laughs> あなたの定石さっき来てたよ、というのは言わなかった <laughs>。言わなかったけど、変な圧力運動がね、<ー>嫌だから、そこを黙っといて、どうなるのかなとかじーっと見てたら、本当に通してきたんですよ。<ー>で、トントントンで本当に通してくれて、そっからその方ね、合計4億、<ー>そこの視点で融資、調達して拡大した。 ゼロか四歩だ。恐ろしいですよね<ー>。その有志課長の一言でゼロになったかもしれない。そうですよね。そう。それが僕らがね、まあ、じゃあこっちだったらどうかなって、まあ僕ら普段よくやるじゃないですか。うん、こっちやってみみたいな。多分藤原さんとか川瀬くんとかね、か野、うん、君、じゃあこっち持っていきないよみたいな。多分よくね、言ってる指示出してると思うんだけど、それやることによってゼロが、から1になるとかさ、うん、10になるってことまあ、 起こり得るか。ね、怖いっすよね。あの,あの、まあ、今日ね、えー、見ている皆様に申し上げたいことは、ある程度ね、中上級の投資家さんになると、あの、ファイナンスもね、自分で動きたがるっていう傾向があるんですけれども、うんうん、そこら辺はね、やっぱり、もう、持ち屋持ち屋に任せてもらうという方が、やっぱうまくいく確率は高まりますよね。そうですね。うんえー かあります川崎さんいやいやいやもうすごいいい情報をねお届けしてるなっていうところでして行者さんとか見られたらパクられるんちゃうまあれだから支店名とかね担当者名とかこの人はいいけどこの人には持っていかないほうがいいよみたいなっていう情報もあるじゃないですかありがとうございますありがとうございますいまあいますういすい人は内緒で内緒で内緒でえ というところで、まあ、それもね、一つのやっぱノウハウだったりしますので、うんはい、あの、うちとお付き合いいただいている皆さんに対しては、まあ、よりいい融資アレンジをですね、まあ、継続していきたいなというふうに思っておりますので、はい、そこは、えー、お楽しみというところですね。はい、じゃあ、続いての質問いきたいと思いますけれども、来年の融資、えー、緩和されますか、厳格化されますか、まあ、これが分かれば苦労しないよという質問かもしれませんが、 あーどうですか、ね、まあまあこれは期待も含めてでもいいですしまあ逆にね保守的な見方をしてもいいかもしれないですがじゃあ AB よろしいですか、はいはい、じゃあ加山さんワンルームですかね、はいはい、え藤田さん川崎さんはどっちかというと一都案件かなというところと思いますがじゃあせーのはいはいおっ

じゃあ山さんいいですかワンルームに関しては、まあ、それこそ、まあ、さっきの話になっちゃうんですけど、まあ、金融機関様によりととというこころろ大きなところかなか思ってますで厳格化する要因が今あるかっていうとやっぱり今のインフレの影響でちょっとまあ続いてるのであれば金利を上げてくるのかなっていうところはちょっと見受けられるかなと思うんですけど、うん、まあでも区分の需要ってやっぱ高まりつつあるので、まあ、金利上げるとやっぱあの不動産の,あの動きって結構鈍くなってしまうので、うん、まあそういったで そういった意味では結構、うん、まあ、現状維持する金融機関さんが多いのではないかなというふうには見込んではいるんですけど、これって、来年、蓋を開けてみないとそう分からないっていうのはまあ結論ではあるので、ね、ちょっとごめんなさい、うん、中途半端な回答で申し訳ないんですけど、金庫に行って違うのかなというふうに思っていま,すまあワンルーム、加、ね、山君がこの真ん中を挙げたのはね、うん、本当に気持ち分かるところで、ワンルームの、うん、金融機関って、本当に とコロコロ変わるじゃないいや、始めましたって銀行もあれば、やめますみたいな、はい、すぐもう半年一年撤退して。ね、かと思えばまた登場したいっていう銀行があって、はい、結構やっぱね、ワンルームの金、ワンルーム融資をやる金融機関ってコロコロ変わる。そ,はい、それだからこそやっぱね、融資は多分現場のね、えー、みんな振り回されるところがね、はい、いっぱいあるのかな、うん、あとは。 うーん思うんですけど、でも、辞める金融機関あればね、広い金融機関も結構出が出てきたりするので。まあ、でもさ、これ、この話するといつもね、話出るけど、まあ、もう辞めたから名前出しちゃっていいけど、うん、ある日さんの融資よかったよね。うん、よかったんですよ。うん、3000万まで、初期費まで貸す。<laughs> うん、あの時買った方々、これも絶対使った方がいいですよって話に乗っかっていただいた方は、本当によかったと思います。でもさ、 探したらいいじゃんっていうのもあるし、はい、あのね、よくその、まあ僕なんかね、よく普段打ち合わせしてるのは、有資商品を作ってもらう。うん、うん。だから川崎くんとかも多分ね、銀行、うん、藤田さんも各銀行とね、打ち合わせするとき、いや、これやってよって多分よくやってると思うんですけど、いや、うちはこういうね、まあ、いろんな顧客の皆さんいらっしゃるじゃない、はい、で、その、こういう物件になったらうちは取引できるって、まあそのデータも,もね、たくさんある中で、 だからこういう商品作っだからそれこそ今回のその大銀行さん、うん、あれ作ったじゃん、ね、そう、はい、だから作ったけど、まだちょっと軌道に乗ってないけどね、はいはい、ちょっとそこの細かい部分をもうちょっと今、すり合わせ、もう一回してるんだけど、はい、でその商品を各金融機関さんと打ち合わせして作るっていう動きもね、ぜひあの増やしていただくと、うん、ま,まあ、でもこの前もなんかまた提携するんだもんね。う話が。はい 出てくるところでまた固まれば多分オープンになりますできるのかなもうちょっと先年明けぐらいかなと思うんですけれどもっていう金機感もね常に出てきますしまたぜひそれ以外の選択肢の金機感を商品設計を自分で開拓していただくっていうところもねやっていただけるといいかなって思いますけれどもじゃあ藤原さんいかがですか僕はもう自信を持って A っいうふうに出したんですがこれはね やっぱ肌感覚でもう緩和し始めてますね。あのっていうのが、あのまあ、このセミナーの冒頭部分でもね、あのまあ、中本コーディネーターからお話がありましたが、まあ、金融機関は金融機関で、今年度数字どうなの来年度数字どうするのっていう、ある程度の予算を持ってるわけですよね。 で、それに対して、相場がこう上がってる。まあ、土地価格が上がってってる。えー、資材価格があって、人口が上がってって、えー、その結果、建物の総額が上がってきてると。利回りは低下してきてる。まあ、そういう現実がある中で、どうするっていうことをやっぱ考えるわけですよね。そうすると、やはりまあ、これはね、あの、セオリー通りっていう言い方がまあ、正しいんですけれども、 まあ、経験則上ですね、あの、上昇、相場が上昇局面に入っていくと、あの、金融機関は、どっかを緩めざるを得ないんですよ。うん、まあ、金利を下げるだとか、機関、うん、をちょっと、まあ、最大限伸ばすだとか、あるいは、まあ、今までこうだって言ってたその条件を、ちょっとこっちにスライドするとか、じゃない取り組みができないので、それがね、もうね、ちょっとね、動き始めてるかなっていう肌感覚がじてますね。 いや、本当にあの、ま,あ、まさにね、あのー、行歴長い、多分一番ね、皆さ、うんが長いんで、うん、いろんな時代をね、ええー、まあ、体験されてらっしゃるんで、なんかこう、ガンチカあるなと思いながらね、うん、聞いてましたけど、確かにそうなんですよね。うん、もう始まってますよ、ね。住宅ローンなんか、50年出てるじゃないですか。うん、50年ローンかー <laughs> とって思うけど、でも、 結局価格上がってるから今お話出たように期間延ばさないと返済の帳尻が合わないんですよね買えなくなっちゃってるっていうことを考えるとまあね某金融機関も部内決済できる範囲がちょっと広がりそうな気配も出てきてるのでまたちょっとね来年年明けまたねその辺もお話できるんじゃないかなと思うしあれはね 広がった瞬間っていうのはもう、そうね。ちょっとしたチャンスね。そうですよ。なんかね、現在進行形でこう、水面下でね、動き始めてる感覚があるんですよね。どうですか、川崎さん、A 挙げられてましたけれどそうですね。えまあ、今、藤原さんおっしゃっていただいたのは、まあ、納得できるところ多いというか、ああ、そうだな、そうだなと思いながら聞いてたんですけど、私もですね、あ、さっきちょっとあの、よく使った銀行さんの時に、まあ、言いそびれたんですけど、 あのまあ、その、まあ、先ほど言った R 銀行なんですね、うんえー、融資割合って、えーまあ、長らくですね、やっぱり自己資金が3割、下手し4割ぐらい入れてくださいねうん、うん、みたいな感じの期間が長く続いてましてで、ずっとそういう状態で来てたんですけど、一番最近で,です、ね、お話したときに、えー、なんと融資割合を80%超えてきたんですよね、85%近くまで伸びてきたとうん、うん、ところがあって、今までの感覚でいうと、ちょっとだいぶ変わってきたなというところで、うん、それが、 一旦その校内全体の中でも、その緩和傾向になるっていうことはですね、一回遅れとしても出たらしいんですよね。うん、で、まあ、それを聞いてですね、まあ。 過去に、さっき話も出ましたけど駿河さんの問題があったりだとかコロナ来ましたという状態でこの市況もどんどん目どんどんまぐるしく変わってくる中で銀行さんだけが初めやっぱ塞ぎ込んでいたというか、ね、やっぱりなかなか前に向けなかったという状況があった中で、まあ、その間というのは不動産の融資というのはもう急にブレーキ踏んだ状態で、うん、すごくこう減速した形だったで。それが今ようやくですねあの こうやったらできるよねとか、こうしないと市場の物件と合ってこないよねっていうような動きが見えてきてるっていうのが今来てるなっていうところですので、うん、まあ今年は、えー、まあ新規参入も多分続々あるでしょうし、うん、え今までの既存の商品性の内容、先ほど中本さんおっしゃられたように、まあ、ち私ちょっと別の田所さんも聞きましたけど、うんうん、えまあ改変されてくるえ。ということは緩和傾向全体としてあるんじゃないかなっていうのは私もそういう感じます。うんうん いやなんかねまあ多分ね今各皆さんそれぞれ打ち合わせしてる中であそこの具体的な銀行名が多分皆さん頭の中には多分ね、えー、理解されているでしょうし私の頭の中にもありますけどちょっとねまだリリースできないというところでただうちの会員の方にはなるべく先行して、えー、多分ね情報提供できると思いますんでどうだろうな早ければ。 早ければもう1月だよね。うん、遅くとももう3月、4月には、あの、規定がちょっと緩和された条件でね、多分走り出せると思うんで、そうすると、まあ、まあ、いくつかの銀行さんね、たぶ頭にあると思うんですけど、まあ、一つの銀行さんの例を挙げれば、うん、今までだったら、いや、この方1億円以下の案件だったらやれるんですけどねっていうのが、あ、いや、1億3000万の案件やれますよと。1>, うん、1億4000円いけますよと。いうことで、 融資枠と今実体の、ねえー、物件がある中ででもそのある物件がじゃあまあ大体1億から1億くらいだったらあ,るありますよと言ってる中で1億円以下なかなかない中で、えー、買える物件の選択肢はやっぱ広がるう、うん、っていうところでねまあそういう意味では今年ちょっと融資難しかったなって方でももう一回その年明けね融資を相談してみるとか、うん、あいうのもね全然ありだと。 思いますね年明けとか4月3月4月っていうのはね人事異動もあったりしますので銀行の中でもですねあの、まあ、チャンスが訪れやすいというところは、うんえー、申し上げておきたいなというふうに思いますね、うん、はいじゃあ次の質問いきますね8番目の質問です、うん、10質問用意してますので、うん、最後は3番目と、うん、ういうことでやっと来ましたけれども じゃあこれ皆さんにね、ちょっとお聞きしたい。えー、自分なら中古アンルーム投資と一等アパマン投資、どちらということで、まあ、立場があるかちょっと答えづらいのかなと思 <laughs> <laughs> だから、なんかね、じゃあこれ僕もあげないとちょっとフェアじゃないかもしれないんで、じゃあ今の自分だったらこっちができるよねとかっていうやり方でもね、いいと思いますし、あのー、まあ、えー、立場を表明した後、まあご自分なりに説明していただいてもいいと思うんですけれども、 じゃあいきますかじゃあいきますよせーのはい、はい、お藤原さん A より中本 A 川崎さん B 加、はい、山さん A と, <laughs> ということでまあきれに分かれましたね、はい、<laughs> えー、川崎さん1等の頭のアパマン B、はい、ということで挙げられましたけれどもそうですね私は、まあ、あの今年あの決済して、うん、あの保有させていただいた観点からですねあのもう まさに欲しい欲しいっていうものになってまして、一回買うとね、やっぱりこの、うんうね、旨味を味わってしまうと、うん、どんどん欲しくなるなというところで、その思いがまあ今強い状況ですね。うんまあ、かといってね、あのすぐに進めるのかって言ったらなかなかっていうところだとは思うんですけど、来年もですね、もう一度買い増せるぐらいのちょっと気持ちでですね、あの物件をですね、あの目を皿にして、ね、探していきたいなというところですね。うん 藤原さん、ややええ、みたいな。そうですね。うん、あの、僕の場合はですね、やっぱり、あの、川崎さんと、あの、違うのが、やっぱ年齢なんですよね。年齢なんで、うん、やっぱあの、まあ、ローンを組んで、長いローンを組んで、まあ、アパート投資っていうのは、まあ、できるもんならしたいなっていうのが思う側面、うん、ワンルームキャッシュで、キャッシュ買いも悪くないなと。うん。うん。うん、ワンルームキャッシュ買いでね。 あのまあ、あのコツコツ2個3個って増やしていけばもうそれも完全に年金収入になるじゃないですか、うん、それも悪くないなっていうちょっとここら辺ねあとはそのまあご年齢的にね、うん、これからじゃあ億単位の借り入れを作ってまで一棟ね、うん、膨らますかどうかっていうところがねその必要があるかどうかってまた問題もね。 ありますから、まあ、僕だって結構ね1棟買いたいんだって相談に見えても、まあ、その目標金額だったらワンルームの方がいいんじゃないみたいなっていうこともあったりする不思議な会社なんですよ不動産会社なんですけど普通はね買えるだけ目いっぱい買いましょうみたいな、ねえー、その方が仲介手数料も上がるしっていうまあ多分中華、あのー、不動産会社さん多いんじゃないかなと思うんですけど我々そうじゃないので基本買っていただいてからお付き合いが長いので不必要な 規模の投資をする人はないですよっていうのが、まあ我々の考え方なので、うんうん、まあ A だったり B だったりね、様々なんですけれども、うん、加山さん、えっ、ー、と A、あげられましたね。そうですね、うん、A ですね。まあ、あの、僕は逆に、あの、まあ、融資まだ、あの、まあ、 黒めちゃめちゃ組めます、ねうん、はい。まあ、組めるので、まあ、あと自己資金、年齢的にもやっぱりキャッシュがまだ持ってない、うん、僕今20後半なんですけど、うん、持ってないあの、サラリーマンの方とかに関しては、やっぱりあの、ええの中古ワンルームから始めていただいて、うん、で、どんどん関西を進めていく中で、例えば、まあ、25年融資組んで、20、 5年後全部完済したとしても、まだ50歳近くっていうことで、うん、まあそれを、まあ、共同担保に入れて新しい物件。で、そこで一棟にチャレンジするとかっていう、うん、まあ自己資金たまった段階やつで、ったで、ね、そういった戦略的に、まず始めやすさというのと、うん、あと立地。うん、まあ一棟の物件に関しては、港区で一棟の物件はほぼほぼないじゃないですか。うん、はい。なのでそういう、まあ、都心部にですね、あの、美味しいつばみ食いができるといったところで、うん、まあ中古のワンルームからまあ手堅く始めるといったところ。うん をまあ僕だったら優先するかなと思いますね。まあこれは年齢もあの時代も考慮して行うなのかなと思います。だこれってねやっぱどっちを向いてる向いてないやれるやれないっていうのもあるので、まあ人によってね本当そのそれぞれの正解が最適な手段がもあるというふうに思いますし、あのやっぱりねなんか早く買っとくってのはありだと思う。これはねやっぱそうワンルームでも住宅でもそうだと思うんですよ。例えば今や賃貸住んでますと、じゃもう単身タイプの住宅 まあ若干ちょっと狭めはね、あの、ちょっと最近住宅の厳しくはなってきてるけれども、うん、じゃあ30平米の住宅を買っておきます。でそれで、家賃払ってる分がローンで返済していくじゃないはい。で、これ10年住んでました。そうすると元金が減ってます。元金がじゃあ500万減って値段が500万あればキャピタルで1000万出ますと。うんはい、で、10年住んで売りました。1000万現金できました。それを頭金にして1棟買いますとす、うん、いうことが、 できんんだよね,ねなんか不動産持ってこれは別に投資用の物件でもいいんだけどただ何も持ってないと賃貸住んでるとずっとお金出てくる一方なんですよね。これねまず何も例えば今賃貸住んでるって方で投資今難しいなと、まあ、資金の問題だったりとかね年齢が若い加、まあ、山さんなんかねまだ若いんでここから属性が上がる資金がたまるっていう形にねどん,どん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 なっていくと思うんですけど、まあ、同じように若い方。 先に住宅買ってみるで、えー、家賃払ってると思ってローン返せば10年間で、ね、でもね、えー、元金が減りますからその物件がね値段下がらなくてもキャピタルゲイン出るし値段上がればよりキャピタルゲインこれは頭金に投資するみたいなやり方もねできたりしますからねだからなるべく値段下がらないようなところで住宅持つとこういうのも一つのやり方ですね。で私もね絵を挙げたんですけど今ね ま、これ多分ね、これ半年後とか1年後ならまたちょっと違うのかもしれないけど、今はね、えあのー、建て替え区分のマンションがね、都心の区分のマンションが、建て替えが緩和されそうな方向じゃないですか。5分の4以上の建て替え決議。これが4分の3。まあ、もちろん耐震的に問題があるマンション。耐震。だら今だっ ただ耐震問題、診断、やらなきゃよかったなってマンションあるじゃないですか。もうこんななんか自分たちでなんかこうね、はい、やってなんか、はい、なんかこう、ちょっとここはネガティブですみたいなのをやら、やったら出るよねみたいな。それが逆に、今度それがあることが理由で、建て替え決議が緩和される。はいはい、かつ、まあ、いくつかここにポイントがあるんだけれども、はい、建て替えが進みそうなマンションってのはこういうマンションだろうなっていうね。 川崎さんが内緒の話がね、あったりするみたいなんですが、で、これやっぱりいくつかあるので、そういうちょっとね、まあ言ってしまえば山っ気のある投資が今ちょっと興味があるね。ちょっとやっていようかなっていう。それこっち上げた理由、実はそれもね、含めでそうそうそうこれを、ワンルームを、まあとりあえずキャッシュで買って、家賃もらっといて、あわよくばっていう感じですね。そうそうそう。なので、それ、ちょっとこう、 遊べる。あ,<ー>あのね、あの、ちょっと寝かしててもいいかなっていう、資金。まあ、稼ってたら稼せたでいいし、建て替えにならなかったら建て替えにならなかったらでもいいよっていうのに、お付き合いできる資金があるような方とか、うん、あまあ、状況の方だったら、そういうやり方もね、うん、ありかなっていう。だからね、まあ今、やっぱり古いマンションって、都心のマンションなんか特にね、その大規模修繕の提案だとか、まあ昨日もね、ちょっとご相談いただいてたのが、えっと、まあ、とあるね、都心のマンションで、うん うん、修繕積立金が1億あるんですよ。うん、で、えー、とある修繕で4億かかると。うん、3億円足りないですね。どうしましょう売りましょうかって相談なんですけど、でもね、世帯数で割ったら、一人、まあ仮に一時金の徴収だとしても、世帯数で割ると170万ぐらいですよ。170万出しても、もっと資産価値上がるから、うん 絶対持っとい,たらいいいたですよと、うん、で仮に3億じゃ足りな、ね、いもう3億足してより強固な修繕やるんだってっても300万の支出なんですよ買った値段に300万乗せたとしてももっと値段上がるから持っといた方がいいと思いますよと、うん、まあ気をつけなきゃいけないのは老売,売りですね、うん、慌てて売り出すそういう時って慌てて売り出して安く買い叩かれるで結果持ってた人は得をする、うん 我々どっちかっていうとそういう買い手さん側の立場に立つこと多いじゃないですかこれ安いですよとこういう問題が今出てるけれどもうん、うん、でもこんだけね、まあ、別に追加で300万払ったところで多分資産価値、うん、じゃあ1,500万で買います300万出して1,800万でありますでも2,500万であると思いますよっていう僕ら目利きができるじゃないですか、うん、だからねそこはね持っとでたいいですよって話をして、うんまあ、止めたんですけど。うん まだそういうそのなんかこう問題が発生してて建て替えにえねなる可能性があるよとかっていう情報って結構いち早くくるじゃないですか、えーまあ、まあもちろんそれがね絶対なるものではないので断言は、ね、できないですけど、まあ、そういう投資もね一つのやり方としてはう、ねうん、あの面白いんじゃないかなというふうには思いますね。はい,、えー、いうところですねじゃあ最後から2つ目の質問、えー 行ってみたいと思いますけれども、じゃあこれ行きましょうか。今年多くご相談いただいた、また印象に残った不動産投資トラブルはありますかというところでね、まあ A、B というよりちょっと各自ちょっとお聞きしていきたいなというふうに思いますけども、じゃ先にちょっと香山さんから大丈夫ですか？はいはい、大丈夫ですよ。うん、そうですね。印象に残ったトラブル、まあトラブルをフォローのあのこうやってやって解決しましたよとかね、はいはい、逆にこういう個別相談を受けて<ー>なんか。 そんんなこととやっっちゃったんですかとかあ<ー>まあ昔で言うところの,その住宅ローンを使って投資をやってしまって業者さんに融資フルローンでつきますから、うん、オーバーローンでつきますからっていうことで結局高値で買っちゃってたす、はい、うん。いろいろありましたねなんかそういうケースとか。 っていうか、まあ、僕のチーム内で出たのは、うん、まあ、一応もう、取引は、それ、結局、キャッシュ最終的にはなったんですけど、うん、あの、売り主様、うん、うちで買いの仲介がメインじゃないですか、うんうん、売り主仲介様の方で、えっ、ー、と、売り主様が非教授だったことを知らなかったっていう、たまたま。ああ、海外。海外に住んでた。非教授者だった。それが、いね、はい、契約の約3日。 二日三日前で分かって、そのお客、僕らの会のお客様が、うん、あの、融資を使いたいというお客様だったんですけど、<ー>その金融機関様が、あの、非居住の方だと、ちょっと融資難しいですっていうあの、決済時送金がで<う>難しいと言ってたところで、これが契約の二日前に、非居住ですよって必要ということが、ちょうど、あの、売り主様が、売り仲会様がや、<ー>ようやく分かった段階で,<う>で、事前に、これごめんなさい、非居住なのでちょっと難しいですって言ってて、ちょっと、あの、別の、 合室が出たので、そっちの合室に差し替えをして、すぐ契約、別物件でやったようなケースで、売り手様が把握してなかった、売り中介が把握してなかった。把握してなかったんで。がダメなんだね。ダメ。これをギリギリ回避できて、別物件でうまいようにできたっていう。まあ、あの、これはね、ワンルームあるあると言ってしまうとあれですけど、やっぱり、中介会社さんも、うちはね、ある程度こう、教育制度があって、で、まあ、 近くにね、大体ベテランのスタッフがいて、ある程度こうヒアリングだあしながら、共有しながらね、進めるので、な、まあ、かなかね、そんなことないですけど、やっぱり、売り主さんが任せてる仲介会社さんの力量が未熟だと、結構ね、振り回されることがあったりと、りと蓋開けて見たら、うん、え、そんなの聞いてなかったよねっていうのがね、契約直前に判明した、はい、今、まさに今のケースだけどね,そうね、うん。そうだね。だからこそ大変な部分があるよね。ねワンルームの海側の仲介の立場としては。はい なかなかね、あの、様々な仲介会社さん、もちろんちゃんとしてるとこもあるけど、そうじゃない、ちょっと未熟な担当者もね、多くいたりもしがちなので、まあまあそういうことがあったりするかな、そうですね。藤田さん、いかがですかえっとね、今のあの、ちょっと加山さんの話、ちょっと補足しますとね、あの、逆にあの、僕あの、今年1年、この1年間を振り返ると、売り主が、 ウリニさんが国内非居住者さんの物件というのは2件売却したんですよね。売却手続きをしたんですよ。これはやっぱね、なかなか難しいんですね。あの、えっと、まあ、やっぱりあの、書類のデリバリーをどうするかっていう問題。あとは低特権の抹消手続きをどうするかっていう問題。まあ、それはもちろん、あの、基本的なこととして整理しなくちゃいけないんですが、一番見落としがちなのがですね、厳選徴収なんですよ。手付金も残代金も、 これは国税、日本の国税の決まりによって、例えば手付金は売りにしんだとすれば、じゃあ手付金300万もらおうとすれば、300万のうち、 その10点、10. 何パーセントってのがあるんですけどね。それを厳選徴収してもらわないといけないっていう手続きがあるんですよ。これは、買い主さん、ま、例えば300万のうち、まあ、じゃあントとすれば、30万を払わずに、売り主さんには270万を振り込んで、かつ、買い主さんが、諸葛管葛の税務署に30万納税しなくちゃいけないんですよ。取引の翌月の10日までに。 これを見落としちゃうとトラブりますよね。うん。うん、だからそこら辺がね、難しいんですよね。でねうん。やり慣れてないと、はい、その、あの、そういうところにトラップに陥っちゃったのはまあありますよね。はい、そうですね、えー。で、あの、まあ、そんなちょっとあの、ちょっと補足をさせていただいたんですが、首都圏ブロックで言いますとですね、<laughs> これはね、あの、えー、不動産トラブルというよりもですね、 あのーまあ、あの会社にいろんなまあ相談案件が来るとでそれがまあ仲間とコーディネーターを通じてまあ一等関係だよということになると、まあ、首都圏に関してはまあ僕のところに来てそれを各営業に再配していくという手続きを取るんですけれども今年多かったなというのがです、ね、相続関係のトラブルが多かったですね。はい えー、まあ、えっと、相続が発生したと。相続人は、じゃあ、私と、あ兄弟の、の二人ですと。 ただこの二人が仲が悪いみたいな。で、でも売りたいみたいな。うんうん、なんかね、そういう関係の案件が多かったかなっていう気がしてますね。うん。だから、あの、相続処理ですね。うんうん、あの、相続が発生して、うんうん、相続対策ではなくて、相続は発生しましたよと。うん、残った財産どうしますか、うん、でもその相続人同士は仲が悪い。うん、でも、売りたいという意思はあると。うん、じゃあそれをどう取りまとめるんだと。 うん、これ、なかなか難易度の高いね、あの、仕事なんですよね。そうですね、えー。で、これをね、こなせるのはね、首都圏ブロックではもう前原さんぐらいしかいないんですよ。なかなかこういう込みったやつをですね。うんうん、であの、まあ、前原さんにお願いして、いくつも片付けてもらいましたけれども、うんうん、で、あの、ちょっと余談なんですけど、来年の4月1日以降、うん、相続登記義務化になるんですよ。そうですね。うん で、そうとなると、まあ、この問題がね、もっと表面的にこう出てくるんじゃないかなと思いますので、あの、不動産トラブルというよりはですね、 やっぱりあの、相続、案件ですね。え、うん、相続、は、相続、相続が発生して、その、ま、非相続に亡くなった方の財産をどう処理するのかっていうところは、うん、やっぱ一般的な中介会社だとこれね、敷居が高いと思いますよ。うん、うん。まあうちの場合は、そういうのをやり慣れたスタッフがいたり、税理士がいたり、弁護士がいたりするので、なんとか解決できるんですよね。うん あの、トラブルというよりは、そういうトラブルが今後起こるかもなっていうことを皆さん、あの、ちょっとあの、こう頭の中に、の片隅に置いといていただいた方がいいと思いますね。うん、そんな形で、ちょっとどっちかと言うとそのトラブルの予告みたいな話なんですけどもね。なるほど。うんあえー、まあそうですね。はい、まあシーグネッツってね、不動産投資だけじゃなくて、やっぱ相続対策とか賃貸トラブルだとか、あまあ、なんだろうな、 まあ、たまにね、離婚の相談とかもあったりするし、<う>ね、<laughs> 様々ですよね。だから、まあ、本当んいろんなね、ご相談をいただくんですよね。こんな相談していいのかなっていうことで、あのー、まあ、恐縮されながらね、ご相談いただくんですけどあ、何でもいいですよ。あの、弁護士もいるし、税理士もいるし、建築士もいるし、で、僕ら不動産プロいたりするし、不動産プロといっても、その、多種多様な範囲があるわけですね。不動産も建築もあったりするので、それに対応できる、その、スタッフ、 コンサルタントやっぱ在籍していますんで、ま,あ、まずはね、ご相談ご,ご活用いただくのがいいんじゃないかなと思うし、これね、うちのプラチナ会員さんとか、ゴールド会員ご登録いただいてるとですね、無料で何度でもご相談いただけるわけですから、うん、あのちゃんと管理手数をいただいてますからね、我々、ね、賃貸管理手数をいただいてるしあの、ゴールド会員の方は年会費いただいてますので、それが顧問料みたいなもんですから、うんまあ、ぜひね、ご活用いただければいいんじゃないかなと思います。うんうん 川崎さんいかが私は、うん、まあ、あの今年結構至るところでね、このお話出すときにはあの、建築の、まあ、土地選考で取得していただいて、上、うんえー、も建てていただくときに、うんまあ、その受け売会社が、まあ、潰れちゃったりとか、いなくなったりとかしたので、例で挙げさせてもらったんで、うん、これ結構しゃべってますんでね、これちょっといっ一旦置いておいて考えますと、うん そうですね。大きなトラブルみたいなものはなかったんですけど、ご相談いただくのがですね、我々はセカンドオピニオン的な形でですね、この物件どうでしょうかとかっていう形でお声掛けいただくような案件というのはもちろんありまして、うんでまあ、今年、まあ、私もお、まあ、お多くのお客様にですね、えー、物件を購入いただいたかなと思いつつも、うん 買っていただけてないお客様にも、も、やっぱりいらっしゃるわけでして。うん、で、まあ、なかなかご紹介できてない中で、えー、まあ、他の会社さんからこういう形で物件紹介されましたよっていうふうに言われたりとかで,ですね、うん、これどんな感じですかどう思いますかねというふうな案件に対して、うん、以前でしたら、まあ、あの、いい物件とかだと全然背中押してました。あの、い、ま、い、あ e、物件だなと思うと、これ買った方がいいですよとかっていうような話はしてたんですけど、うん、ちょっと昨今ですね、もうそういった物件はも全く見受けられなくなりまして、うん、本当にこう、 なかなか案件の、まあ、間取りの、もきつければ、うん、エリアもなんてどこでやるんだ、みたいなとか、うん、そして利回りも高くない。で,ねうん、で、まあ、ただ、我々がいつもご紹介してるような案件とかと比べると、ちょっと利回りが高かったりするんですよね。うんうん、でもじゃあ それだけで選ばれたんですかっていう,うなレベルになってくるんですけど、うん、まあ、そういったものに引っかかりがち、えー、怖いね。えー、かな、うん、というところで、まあ実際止めではするんですけどね、うん、その後やっぱ買われてる方でもやっぱ中にいらっしゃるかなと思うので、うん、まあちょっとね、 その辺は欲しい気持ちはもう僕も、ね、今、一頭買って次、欲しいな欲しいなと思っているところなんであれなんですけど、まあ、踏み外さないように慎重にやっぱ検討すべきかなというのはやっぱ思いますねね、うん、そう銀行さんと話すと本当に分かるよね各業者さん、うんうん、デベロッパーさんの動き、はいうん、でこの前も、えー、とそうだねあの,あの方とね有志部長さんとあ、はいはい、とある銀行のね、うん、ちょっとお話していく中で。 やっぱりねより郊外に向かってますと家具、うん、デベロッパーさんが、うん、で要はもう都内のある程度駅例えば10分圏内ぐらいの土地だともう仕入れができない、はい、できたとしても供給の物件の利回りがうんと低くなっちゃうから買っていただけない、うんうん、どうしてるかっていうとうんまあ東京の外れの例えば駅15分20分、うん、もしくは埼玉の方に行って えー、より埼玉の上の上の方に移動しだしてると。各ヨーロッパさんがとで。どこまで我々も融資対象としてお付き合いするかどうかは、んちょっと悩ましいところに今なってますということを、うんまあ、言ってましたけど、うん、これね、銀行さんがじゃあ、ね、仮にじゃ今の時点で、ね、融資受けられたとしても、じゃ売るときに果たしてその立地に 融資する銀行がどんだけ残るのかなっていうところもあるし、うん、まあやっぱり人が入るかどうか、そうですよね。ねっていうころはそもそも論としてあるし、変え、うん、たとしてもね、じゃあその資産価値がいくらになるのかっていうところはね、うん、まあお気をつけいただいた方がいいかなっていうふうには思いますね。これはまあ首都圏だけじゃなくても関西もそうなんですよね。うんうん、で、まああの聞いてると名古屋の方もそういった傾向があるので、うん、でだからやっぱり 土地仕入れも気つければですね。そうねまあ僕らもね新築の仕入れとか先ほどうも、うん、本当に厳しい状況なので、うんうん、まあただでもね、えー、まあそれにもお世話の方なんかで言ったらまあ新築のアパートでとかっやっぱ、うん、あの融資もつけやすいですし、うん、まあそれ担保を求めてるってなった時に今までのようなものがないからどうしようも行外に行外にと行ってしまうと。変にね利回りがプラスなんなんねなんて何。 あるからそっちの立地でいくよりはちょっと利回り低いけどやっぱね立地がいいところってやっぱね立地だよねもうとにもかくにやっぱり立地です不動産投資っていうのはあ後で変更きかないですからねやっぱなるべくやっぱ貸しやすいところまあ資産価値が維持しやすいところで取得いただく自分のやれる範囲でですね取得いただくっていうのはまあ大事かなと。 いいうふうふには思いますねというところで、なんかね、今、今まさにこの話をしちゃってたな <laughs> <laughs> っていう、これから不藤さんと始めるかとアドバイスを、はい、今まさにしてた感じなんですけど、はいはい、なんかじゃあ、加山さん、どう、はい、ちょっと今か、川崎さんとね、僕はちょっと今言っちゃったけど、加、はい、<laughs> 山さんと藤原さんなんかあれば。そう <laughs> あ、すみません。大阪 B がです、す <laughs> 違うんですよ。ここはちょっと藤原 A いらっしゃるで, <laughs> ですか <laughs> ?B A に。B A に。<laughs> <laughs> はい、えー、そうですね。アドバイスといたしまして、まあ、あの、不動産、どの不動産会社と付き合うのかっていうのは非常に大事かなと思います。はい、最近皆さんあの、広告とかで、まあ、 会社名とか出せないんですけど、よくアマゾンギフトとか、まあいろいろ、まあキャンペーンとかで結構釣ってくるような会社さん多いかなと思うんですけど、うちってそういう広告一切してないですよね。してないですし。うんうん、オーナー来てくれたから500円渡しますよとかしないね。はい、しないです。うん、なので、まあそう、まあ、目先の利益じゃないですけど、まあ目先の利益でもすぐね、アーマーギフ5万円欲しいからそこ行くとか、そうじゃなくて、まずは、あの、どういった会社なのか。 って言ったところをまあ、ホームページだったり見ていただいても結構ですし、うん、まあ、どういった無料で配信して、顔出しして我々セミナーとかしてますから、うん、結構まあ、リスクといえばリスク、まあリスクは感じないですけど。めんどくさいこともあるよね。はい。うん、もうめんどくさいことも、ある、うん、もちろんあります。うん、けどまあ、それぐらい自信持って顔出しして、こうやって我々、あの、もう、 こういう物件がいいですよとか、うん、もう自信持ってフルオープンであの情報提供しておりますので、まあ、こういった信頼を受ける会社をやっぱり選んでいただく。まあ、そこはあの、まあ、お客様、セミナーでもいいですし、ホームページでも構いませんので、まあ、どういったスタッフから物件を買うのかといったところをまず知っていただく。で、ご自身もそのセミナーだったり、拠をしていただいて、お勉強していただいた上で物件を購入していただく。そうするとどんどんどん,どん,どんリスクは。 少なくなってきますので、うん、まあそういったまずリスクヘッジを、まあ、初手の段階から間違えないこと、うん、まあここはちょっと置いておい,たいただきたいなと思っておりまじゃあ、藤谷さん、はいかかがですかそうですね、僕、うんえー、の場合はあの、まあ、これから不動産投資を始める方にというのはこれ、ね、いつも実は同じことを言ってるんですね。じ えー、あこれはいいかもっていう気に入った物件があってでそれが買えるだけの自己資金が揃っていてかつ不足部分のそのファイナンスこれが揃うとあねあのまあワンルームであればキャッシュ買いでもいいと思うんですけれどもまあ,あのアパートの場合ですとね新築だろうが中古だろうがやっぱりねあのまあローンがつけば買いたいっていう物件あるじゃないですか。その三拍子が揃ったらあ これはもう買えっていうタイミングなんだっていうふうにもう割り切ってもう迷わず進んでいった方がいいと思いますね。あの、いつもそんなアドバイスをしておりますので、あの、まあ気に入った物件があって、えー、それはまあ買える状況であって、うん、売れちゃってりゃしょうがないですからね。うんうん、買える状況であるような気に入った物件があって自己資金とファイナンスが揃ったということではもう迷わずあ突き進んでいった方がいいんじゃないかなっていうふうに、 えー、いつもアドバイスしてますので、まあそのように考えていただければと思います。はい。はい。じゃ川崎さん。あまあせっかくだから。まあなでもさっきとね違うこともしあれば。えー、あかしこん。うん、そうですね。えー、まあ先ほど、まあ、申し上げたことにもちょっと多少伺かかってくるんですけどは、うん、い,い。やっぱりあの、向け欲しいっておっしゃられる方っていうのはね、まだまだ多い中で、うんえー、まあ我々のところに多くの相談が寄せられている中で。うん えー、やっぱりまだ厳しい案件を買おうとされている方が多いなというと印象があってですね。うん、今、藤田さんおっしゃられたように、もう本当にいい物件で気に入って、えー、まあそれが買えるんであれば、もう迷わず買った方がいいよっていうのも、もう私もそう思います。うん、私もそうしてますし、うん、えではあるんですが、やっぱりその手前にですね、ちゃんと勉強していただく。うん やっぱりこの物件の、ちゃんと精査できるっていうような、うん、ご自身の目で見てどうこう選べるっていうところをまず養っていただくことが重要かなと。うんうん、そういったためには我々はいろんなことを発信してますので、まあ、そういったことをですね、いろいろ拾っていただいて、情報をまとめてですね、ご自身の軸を持っていただくと、うんうん、いうことが非常に大切なのかなと思います。で、まあ、今日のお話の中でもありました、ちょっと有志の話も出ましたけど、まあ、そろそろ 開いていくんじゃないかなみたいな話も出たと思うんですけど、チャンスは巡ってくると思うんですね。はい。なので、あのー、まあ、今の間勉強していただいてですね、い v 系が出た時かすぐゴーサインだっるんですね、うんえー、スタンバットっていただければなと思います。うん、そうですね。はい。はい。じゃあ、そうですね。まあ、私の方からも、おまあ、結局は、まあ、こうやって、 こういう動画とか含めてですね、今非常にあの勉強しやすい環境になったなと思いますので、うん、皆さんにとってですね、まあいろんな c f ネットの動画なりで、まあまずは勉強していただくというのが一番いいかなというふうに思います。まあそれで、まあ別に c f ネットだけじゃなくていいと思うんですね。まあ他の業者さんのセミナー行ってもいいと思うんです。まあ比較できますからね、比較していただいて、まあそれでも c f ネットがいいなということであればね、まあご相談いただければいいと思いますし、ちょっと出るかな パワーポイント。ここの、そう、これですね。えー、ちょっとこうずらした方がいいのかな僕がずれれば早いかなうん、あこういいかなこべ、まあ、そうなあって形でですね、今ですとオンラインでも、あの対面でももちろん可能ですけれども、オンラインで、えー、もう日本全国、まあ、もしくは海外にいながらでも、あのおつなぎして、えー、打ち合わせできますし、えー、何かまあ、 まあもちろん電話でも結構ですよ。えー、電話でも結構ですし、あのー、じっくりということであれば、あの、個別相談オンラインでもできますので、まあお気軽にご相談いただければと思います。で、えー、あとその、まあまあ、勉強しながらですね、その在学ももちろん大事なんですけど、実際の物件情報に触れるっていうのもね、やっぱ大事ですよ。やっぱこの、おそんな不動産会社じゃないですよ。物件情報をプレゼンターがプレゼンして、それに対してコメンテーターがダメ出しすることもあるような、 あま、あの、イベントなんかね、普通やらないですよね。っていうをやってますよ、あれ。これはちょっと高いんじゃないのとか、この物件やめといたらみたいなことは、あの、普通に言ったりし、てやってますんで、ぜひ生の物件に触れていただく。よりね、腹落ちしやすくなりますんでね。え、ワンルーム、イット、まあ両方やってますんで、まあぜひね、ご参加いただければと思います。 で、えーまあ、そしてその下見ツアーっていうのもね、えー、新春のこのセミナーのね、ちょっとご案内しますけれども、1月7日はね、えー、各社、社長を含めて、えー、首脳陣シェフネッツグループの首脳陣が集まってですね、えー、2024年の不動産投資戦略と新年のご挨拶ということで、まあ、させていただきますけれども、これあの、事前予約制になってますので、まあ、ぜひね、ご、え、賞、ー、ご予約いただければなと思います。えー、シェフネッツの木内、 ビルマネジメントの小川、南建築部の小山と、まあ、そして私ということで、えー、やらせていただきます。で、ね、バスツアー。また、再開します。1月13日土曜日。これ、あの、銀行マンにも乗っていただきます。先ほどのね、ちょっと融資緩和しそうな金融機関の融資担当者乗って、えっ、ー、とね、えー、融資課長来るかな。乗っていただきますんで、あ、そうだ。えっ、ー、と、 ごめんなさい。業務連絡一つ思いました。<laughs> ちょっとメモしとかないと忘れるな。はい。有志課長も来ますんで、あのー、ぜひですね、えー、バスツアー,あー、ご参加いただければいいんじゃないかなと思います。えー、そしてまあ、夕方から懇親会、新年会って感じですね。で、えー、シーグルレスの会員制度ですね。まあ、プラチナ会員さん、管理をお任せていただいている方は別ですけれども、まだ、あ、お付き合いいただいてない方はね、年会費払っていただいてゴールド会員になると、 過去の配信が見れるものは見放題。すべてではないです。すべてアップしてるわけじゃないんですが、あの可能なものは会員サイトに上げてますので、これご視聴いただける。あとは収益物件下見速報。下見に行った物件上をここに投げ込むグルーピングがありますので、これがご活用いただける。もういち早く物件上を触れて、これ触れることによって何がいいかっていうと、相場感が皆様の中で養われる。 ということが大事ですね。その時に、自分が買おうとしている物件と、相場と照らし合わせて、あいいじゃんっていうのがね、目利きが皆さんもそれなりにできるようになってきますんで、相場の情報に触れていただくすごく大事。そして、先ほど申し上げましたけれども、会員さんであれば何度でも無料でご相談いただけます。これね、なかなかないと思いますよ。弁護士、税理士、建築士、いて、みんなまとめて一緒に専門家集めて打ち合わせする、うできる会社、ないと思います。ワンストップサービスでできる会社、ないと思いますんで、まあ、ぜひね、 ご活用いただければと思います。ということで、チャンネル登録とですね、応援のいいね、この CF ネスミナーチャンネルいただければと思いますが、ちょっと引きの4人移りますかはい。というわけでですね、まあ約2時間にな、えー、わたってお届けしてまいりましたけれども、えー、いかがでしたかかやまさん。 そうですね。まあ、やっぱクリスマスにもかかわらずご視聴いただきありがとうございます。<laughs> <laughs> 我々クリスマスにかかわらず朝から、<laughs> 朝から、とい仕事しておりますが。<laughs> <laughs> ということでね。はい。大丈夫かな、はい、はい。じゃあ、藤田さんいかがですかはい。えー、ちょっとね、最後にあの、コマーシャルがありましたが、うん、あの、僕の方からは、ぜひ、あの、お時間があれば参加いただきたいというね、うんえー、新春のバスツアー。これね、 4年ぶりかなんかじゃないですかね。4年か5年かちょっと忘れちゃいましたけど、うん、あの、だいぶぶりなんですよ。うん、で、このバスツアーにね、あの、これ1月13日なんですね。うん、で、集合が12時で、あの、場所はあの、東京駅から徒歩5、6分の、うん、あの、マルチの梶橋駐車場というのが集まって、うん、あの、トーさんに乗って行っていただいて、で、ぐるっとどうでしょうかね、えー、7、8物件多分見ると思うんですけれども、うん、そこで、先ほどのね、 現在進行形の融資情報、ここでは話せないっていう融資情報聞けますよ。うんうん、そうです、ね、クローズですかね。えー、これはね、うん、もう参加しない手はないですよ。うんえー、そこで、あ、なるほどっていうことで。で、当然ながらその、ね、もう一つだけヒント言うと、その某金融機関に乗っていただくということは、その某金融機関が融資しやすい物件を探しとけよ、ということで、もう、うんうんうん あの、営業マンには指示出しておりますから、ええ、だからこれはね、結構そのチャンスかもしれないでしょ。ええ、そこら辺ぜひね、あの、今からでも間に合いますから、お申し込みいただけたらと思います。はい。いや、なんかいいや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 、そうですね。あの、お別れのご挨拶でああ、そうですね。はい。まあ、皆様にとってあの、良いクリスマスプレゼントだったんじゃないかなとは思います。で、まあ、こういったセミナー、あの、オンラインで、ええ、ずっとやらせていただいている中で、 まあ、私、中本さんだかはね、あの、名古屋、大阪で、うん、えー、先行して、えー、リアルのセミナーっていうのを開かせていただいてまして、うん、やっぱり多く見ていただけるのってのはこっちなのかなと。オンラインのもか、うん、数は見ていただけるのかと思うんですけど、やはりクローズの場合でですね、やると、やっぱりそこでしか話せない内容ってすごく出るんですよね。うん、それが今、藤田さんおっしゃっていただいたような1月の13日のバスツアー。うん、これが一番近い、えー、タイミングなのかなと思います。うん えー、まあ、来年からですね、どうでしょう。えっ、ー、と、首都圏とか、まあ、大阪も去年はなかった、あ今年はなかったんですけどね、あのー、リアルセミナーなんて、うんえー、ちょこちょことこう、開いてくるような形なのかなとは思ってますので、うん、まあぜひそういったご機会をですね、えー、ご参加いただきまして、えー、いろんな情報を拾っていただければと、えー、思っております。そうですね。はい。まあ、あと最後にね、ちょっと組織編成。 1> が、1月から、はい、このアセットのですね、編成が若干ちょっと変わるので、うん、えー、まあ、告知というか、はいあまあ、せっかくね、の場なのお知らせしとこうと思うんですけれども、はい、あの、現在ね、今年の4月からずっとワンルームブロック、まあ、過去においてワンルームチーム、チームリーダーからワンルーム、今年に関してワンルームブロック、ブロック賞をやっていただいた香山さんが、首都圏ブロックに移ってですね、まあ、より幅広く、幅広い仕事をしていただくように、 えー、移っていいただくというとうころになります、まあ、ですので一等、まあの案件を手掛けていただくことがまあ増えると思いますし、まあ、よりね藤原さんと連携していただくことが増えるということになります。じゃあワンルーブロックどうすんだと,ということでですね1ルームブロックの統括責任者は誰になるんだということなんですがこの私の横におります大阪のウェブロックのブロック長である川崎さんの方が。はいはい ワンルームブロックも県庁も県にしていただくということになります。はい。まあ、ですので、ますます激務になっていただくということで、今1週間ぐらい東京いるよね。そうですね。この12月はね、3分の2ぐらいのあんまりあの、ラーメン食べ過ぎない。そうですね。健康に気を使って。はい。ということで、あの、よりね、出張の機会も増えるかなと思いますし、やっぱりね、その首都圏のワンルームなんか買っていただく方って、結構ね、月の 取引件数の半分が実は大阪のお客様だったりとか、<ー>ああいうこともね、あったりするぐらい。まあ、それぐらいやっぱり大阪ブロックの対応させていただいたお客様とワンルームブロックって結構ね、密接に、まあ今年も、まあ、山さんと川崎さんの連携もね、非常に多かったと思うんですけれども、うん、まあ、それぐらいやっぱりね、あの、まあ、業務が重複している部分もあったりというところもあったりしますので、まあ、ですので、まあそこだけ1月から、若干ちょっと組織変更があるということでありますが、まあ、ただ、 あの、かやまさんかやまさんで、ね、引き続きね、東京に寄りますし、うん、あの、今まで従来のチームメンバーとは、まあ、机も近かったりね、うん、しますので、うん、あの、引き続き何かあれば、あの、かやまとお付き合いいただいている方は、ぜひね、うん、あの、かやま店にご相談いただければと思いますし、うん、えー、まあ、そんな感じでですね、うん、えー、やっていこうと思ってますんで、まあ、引き続きご引きいただければな、というふうに思っております。うん、えー、それではですね、以上で。 よろしいですかはい。思い残し、言い,、ね、い,い残しはないということで、でね、じゃあ本日12月24日、まあ今年ももうあと1週間、うん、ああ、というところでありますが、えー、本年もですね、大変皆様にはお世話になりまして、ごひいいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あま,したまあぜひですね、年末風邪などひかれませんようお気を付けいただいてですね、えー、良いお年をお迎えいただければと思います。それでは来年もどうぞ、引き続きよろしくお願いいたします。以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。